はい、どうも、生物担当の田中隆之介です。今回から、プレミアムの方は、生物はパート3に入っていきます。で、今回は、えー、その第1回目の授業となるわけなんですが、このパート3の方では、共通テストの対策、あるいは私立大学、国立大学の過去問演習を扱っていきます。で、その時に、まあ皆さんはですね、まあこれから多くの問題に触れていくかと思うんですけど、その中でね、 特に意識してほしいのは、きちんと自分の中でこういう勉強をやっていくんだっていう指針を立てて、それでね、勉強を進めていくっていうことをね、念押ししたいなと思っているんですね。まあ、生物っていうのはね、ある程度までは知識をね、身につければ、まあ、ある程度点数が取れるので、まあ、だからですね、あの、あまりね、あの、途中まではそんなに勉強方針を意識してこなくても、ある程度ね、点数が取れるようになる科目なんですけど、だけど、 そういうふうにね、むやみやたらに勉強していると、一定のところでね、成績が止まってしまうんですね。ですので、きちんと今後はね、勉強量に比例して、それでね、成績が伸びていくように、そのまあ勉強の指針も明らかにしながら、授業の方を進めていきたいと思います。で、パート3の構成なんですが、授業は全部で20回あって、全部入試問題を解くことになります。で、前半10回は共通テスト対策をやって、 で、後半の10回は私立大学、国立大学の問題演習をやっていきます。特に共通テストと一般入試においては少し問題の性質が異なりますので、ちょっとその点に触れながらも説明をしていきます。ではまず共通テスト対策のお話からしていきたいと思います。で共通テストというのは過去のセンター試験を引き継ぐような試験になるんですけど、過去のセンター試験でも共通テストにおいても、 科目としては、生物基礎と生物というのが分かれています。そして、過去のセンター試験で、生物基礎で生物の内容が出題されることはないし、また、生物の方で生物基礎が出題されることはほとんどなかったんですね。つまり、過去のセンター試験というのは、生物基礎と生物というのが、きっちりとですね、隔てられていたんです。共通テストの方も、生物というね、えー、一つの科目があって、それに関する、まあ、出題になるんですけど、 ただし、すでに実施された共通テストの問題を見てみると、生物の方でも生物基礎からの出題というのがあるんですね。つまり、皆さんは生物だけを勉強するのではなくて、生物基礎も含めてきちんと勉強する必要があります。で、ちょっとね、順番前後するんですけど、これからね、共通テストを攻略する上では、生物基礎のね、勉強もしなきゃいけないんですよっていうことを覚えておいてください。 ですので、生物基礎の学習が間に合ってない方は、早めにですね、その知識を確認していただけたらと思います。で、共通テストを攻略する上でのポイントは、あと3つあって、それというのは問題のね、出題のされ方に関するお話なんだけど、まず1つ目が、知識の運用です。これどういうことかというと、生物というと、まあどうしてもね、その暗記していくことがまあ優先となって、で、それをね、ゴールとしてしまう人がいるんですね。 ただ、それだと共通テストではなかなか点数が取れるようにはなりません。なぜかというと、過去のセンター試験では丸暗記したものを答える、そういう問題もあったんですが、実際に行われた試験を見てみたり、あるいは過去の試行調査を見たりしていると、丸暗記の知識が問われることっていうのは、過去のセンター試験と比べるとかなり少なくなっています。それよりも、教科書上の知識はあるという前提で、 実際に使えますかっていうところが問われている印象です。ですので、知識を覚えることは大事なんだけれども、それをゴールとせずに知識を使いこなすっていう、そういう勉強を心がけてください。それが知識の運用というお話になります。また、共通テストでは初見の問題に出会うことになります。で、初見の問題っていうのは共通テストに関わらず、過去のセンター試験でも出題されていましたし、私立国立の大学でも出題されています。 ただし、それらと比べて共通テストにおける初見の問題っていうのは比率が高くなります。ですので、問題を見たときに、うわ、これ見たことないぞっていう問題が比較的多い傾向にあるんですね。ですので、まず初見の問題を見たとしても、臆さない、そういう気持ちが大切になります。でまた、特に共通テストで出題されるその初見問題っていうのは、身近なものであったり、あるいは、教科書とかに載っていたりする現象なんですね。 で、それを今までとは違うアプローチをしてみましょうみたいなね、問題であったり、身近な現象を生物の知識を使って解釈してみましょうっていう問題であったりします。とは言っても、実験問題を解くときのアプローチっていうのは原則としては変わりません。ですので、まずね、大事なことっていうのは、そういう問題を見たときに、うわーってね、えー、極力ならないようにすることですね。で、落ち着いて、まあ問題を解くことが大事であって、 やるべきことは過去のセンター試験であったり、あるいは一般入試で出題される実験問題と基本的には変わらないですよっていうことです。そしてね、三つ目の実験計画の立案というお話なんですが、これは特にね、共通テスト特有の問題かなと思います。どちらかというと、過去のセンター試験、あるいは一般入試というのは実験問題が与えられて、どのような考察結果が得られますかっていう問題が多いんですね。 で、共通テストでも当然そういった問題も出てくるんですが、その後に、じゃあさらにね、実験の結果、何かしらね、課題が見つかったりするんですね。その時に今後どういう実験をしたらいいのか、そういう問題が今後の共通テストでは多く見られると思われます。で、そういった問題はね、過去のセンター試験で出題されてないわけではないんですけど、ですが今後ね、皆さんが大学に入って、それでね、何かしらの研究をする上では、 どういう実験をやるべきかっていう、その計画がですね、重要になってくるんですね。ですので、実験考察があって、その後、どういう実験をしましょうか。そういうところにね、一歩踏み込んだ話も出てきますので、それについても、このね、プレミアムの方で触れていきたいと思います。で、このプレミアムを収録している現時点では、共通テストっていうのは、2021年に実施された分のみとなります。 で、実際に2021年の本詞の第一日程で出題されたものだけだと、ちょっと物足りないんですよ。なので、今回プレミアムのテキストには、共通テストが実施される前に実施された思考調査の問題や、あるいは共通テストの第二日程で出題された問題、そういった問題も扱いながら、共通テストってこういう問題ですよ。こういうふうに考えていくんですよっていうのを説明していきます。 で、今回扱う問題は2018年の思考調査で出題された問題となります。では早速問題に取り組んでみましょう。では早速問題の解説を始めていくんですが、特にこのプレミアムのパート3に関しては必ず予習をして臨んでください。で予習の時に必ず知識の確認はしていただきたいんですね。問題を解く上で、できるだけね、どういうアプローチをするかとか、そういう話をメインにしていきたいんですね。 そうすると、基本的なお話を一から説明している時間っていうのはね、どうしても取れませんので、極力ですね、問題を解いて、それだけで終わりにせずに、今回ね、問題を解く上でどういう知識が必要だったのか、それを自分なりに判断して、それをきちんと確認してから授業に臨んでください。では、やっていきましょう。次の文章 A、B を読み、下の問いに答えましょうと。ある高校では缶詰の綱を利用し、 骨格筋の観察実験を行った。少量の綱を潜在液の中で細かくほぐした後、よく水洗いしながら、さらに細かくほぐした。これを染色液に浸してしばらく置いた後、よく水洗いして、スライドガラスに乗せ、カバーガラスをかけて顕微鏡で観察した。図1は接眼レンズを通して見えた像を模式的に表したものである。ということで、こちらにですね、観察したものが映ってるわけですね。 で、なんかね、えー、真っ黒になっている部分と、なんかちょっとね、うっすら筋のようなものがね、見える部分と、また真っ白な部分がなんかね、縞、えー、模様になってこれ見えているわけですね。じゃあそこで、このね、図一番っていうのが何を観察したものなのか考えてみたいと思います。で、先ほどね、これは骨格筋を観察したものなんですよっていう話でした。ですので、その骨格筋のお話からおさらいをしていきましょう。 ではまず筋肉の分類から説明していきます。今回は骨格筋ですので骨格筋の位置づけの確認ですね。まず筋肉っていうのは黄紋筋と平滑筋に分けられます。黄紋筋っていうのは縞模様が見られる筋肉で平滑筋というのは縞模様が見られない筋肉となります。で、まあ平滑筋っていうのはどこにあるかって言ったら内臓を動かすための筋肉であったりあるいは子宮を動かすための筋肉であったりします。 まあですので基本的には内臓を覆っている筋肉だと思ってください。それに対して黄紋筋というのはさらに骨格筋と心筋に分けられて、骨格筋というのは骨を動かす筋肉ですね。まあ、つまりえ関節を動かす筋肉で、それに対して心筋というのは心臓を動かす筋肉となります。でその時にさらにこういうね、分類があります。特に骨格筋というのは運動神経が支配していて、主に髄運動を動かすための器官となります。 なので、このような筋肉は髄筋と呼ばれ、それに対して、心筋や平滑筋というのは、自らの意志とは関係なく動かす筋肉となります。ですので、こちらは、不髄筋と言いますで。また、骨格筋というのは、その筋繊維を見てみると、その中に多数の核があるので、それはね、多角の細胞と考えることができます。それに対して、 心筋や平滑筋というのは筋繊維一つに対して核が一個なので単核の細胞となりますで。さらに骨格筋の構造についてもう少し説明しておきますが骨格筋というのは筋繊維が束になったものになります。でその時筋繊維という、ね、言葉に気をつけてほしいんですけどこのお話においては筋繊維というのは別名筋細胞とも呼ばれこの筋繊維で一つの細胞を指していることになります。 で、さらに、筋繊維の中には、筋原繊維と呼ばれる繊維の束があって、この筋原繊維は細胞内の構造となるんですね。で、これっていうのは特に、細胞骨格であるアクチンフィラメントと、モータータンパク質であるミオシンフィラメントが合わさった構造体となります。このお話をするときは、骨格筋、筋繊維、筋原繊維、それぞれの違いを区別して、それでね、問題を読むようにしてください。 では次に金幻繊維の構造について説明していきたいと思います。今ここには1本の金幻繊維を取り出して図を描いてみました。でその時に今これ縞模様が見られますよっていうお話ですね。で特にこの金幻繊維の中で暗くなっている部分のことを安体と言って、それに対して白っぽくなっている部分のことを明体と言いました。で、この金幻繊維をより拡大した図を描いてみたいと思います。 で、今ね、こちらが金原繊維の一部を拡大した図となります。イメージとしては、なんかね、ここら辺の部分を拡大したものだと思ってください。で、その時に、この金原繊維を構成している、なんか細いフレームのようなものがありますよね。これが、アクチンフィラメントで、またその中にね、なんかぶっといやつがありますね。これが、 ミオシンフィラメントになります。ですので、アクチンフィラメントとミオシンフィラメントがこのようなね、格子のような形を作っているわけです。で、先ほどの縞模様とね、どう対応しているかと言ったら、このミオシンフィラメントが存在している領域が安体で、それに対してミオシンフィラメントが存在していない領域が明体となります。なので、近現線を観察したときに、真っ黒くなっている部分っていうのは明体のことであり、 かつそれはね、ミオシンフィラメントが存在している領域を指してるんですね。それに対して、明体というのは、ミオシンフィラメントが存在していない領域のことになります。で、また、明体の中央部には、それをね、仕切るような膜があって、これを、Z 膜と言います。ですので、実際にはね、近現線を観察すると、明体の中央部に、 このように Z 膜っていう、まあ、薄い膜が存在していることになります。ですので、先ほどの図一番を観察したときに黒っぽく見えている部分ですね。この部分を安体と考えてもらって、それに対して黒っぽくなってない部分を明体と考えてもらえればと思います。でまた、このね、明体中央部にあるね、なんかうっすらとしたものが Z 膜だと思ってもらえれば、 このね、図一番の説明がつくかと思います。で、先ほど書いたこちらの図というのは、まあ僕の中では完全に弛緩している状態の金弦線を書いたつもりなんですね。なので、まずね、これが弛緩した状態だとすれば、収縮している状態ってね、どんな状態なんだろうっていうのをね、まあ書いてみたいと思うんですね。ではね、これが弛緩している状態です。じゃあ収縮している状態をちょっと想像してみてください。 するとね、収縮している時の様子っていうのは、まあ、こんな感じの状態となります。で、先ほども言ったように、ミオシンフィラメントが存在している領域が安体ですよね。つまり、この領域が安体となって、つまりは、主観している時と収縮している時で安体の長さは変わらないということになります。一方で、明体はこの領域になりますので、つまりは主観している時と比べると、 収縮しているときの方が、明体の長さが短いということになるんですね。ですので、筋肉が弛緩しているときと収縮しているときの様子はね、こういうふうに図でね、ちゃんと頭に入れておいてください。では早速、問一番を考えていきたいと思います。図一中の直線アから U に相当する位置で、図一中の直線アから U に相当する位置での切断面の様子を模式的に表し、示したものが、次の図二の A から C のいずれかである。 切断した位置と断面図との組み合わせとして最も適当なものを一つ選びましょうっていうお話ですね。まずは、アからウのね、切断箇所を確認したいと思います。ではね、確認をしていきます。まずア、アイウのね、切断面というのはこちらになるんですけど、その時に、このね、黒っぽい領域が安泰でしたよね。で、今この安泰の中に切断箇所が2箇所あって、特に、イというのはそのね、中央部を切断していますよと。 それに対して、あというのは、そのね、中央部よりちょっとずれた部分の安帯を切断しているわけですね。それに対して、うというのは、明体の中を切ってるわけなんだけど、まあ、このね、Z 膜をちょっと避けた部分を切ってることになります。では、先ほど黒板に書いた図で、こちらのお話を考えてみたいと思います。まあ、筋肉がね、完全に弛緩しているっていう状態は考えにくいので、まあ、ややね、収縮している状態で、それを考えてみたいと思います。 そうすると、イの断面っていうのは、安体の中央部で切断していました。だから、まあ、イの切断面っていうのは、まあ、このあたりじゃないかと考えられます。それに対して、アの切断面よりは、それよりね、ちょっと左にずれた部分ですので、この部分で切断していると。そして、ウに関しては、明体の Z 膜よりちょっとずれた部分を切断しているから、この部分で切っていると考えられます。 じゃあその時にね、その切断面に何が現れているのかっていうのをまあ見るわけですね。そうすると、あの切断面ではアクチンフィラメントとミオシンフィラメントの2種類が現れて、で、また、イっていうのは安体の中央部だから、だからそこはね、ミオシンフィラメントしかないわけですね。で、それに対して、ウというのは明体ですので、そこにミオシンフィラメントはありません。つまりアクチンフィラメントのみが現れるということになります。 今、切断面の図としてね、表されているのが、まあ、こちらの図になるわけですね。で、この時に、まあ、どうやって区別するかって言ったら、この図2番っていうのは、細いのと太いので分かれてるわけですよね。で、細い方がアクチンフィラメント、太い方がミオシンフィラメントとなります。ですので、例えばね、この A というのは、細いものしか写っていないので、こちらは、明体を切断した断面と考えることができます。ですので、A と対応しているのが、うとなり、 また、B というのは、細いものと太いもの、両方が現れています。ですので、こちらは、そのアクチンフィラメント、ミオシンフィラメントの両方をぶった切っている、あとなります。それに対して C というのは、太いものしか現れてないから、これはミオシンフィラメントのみが現れている図と考えれば、こちらが位、e、となるわけです。ですので、答えは4番ということになります。では次、問いの2番に行きます。 1> 図一中の絵からかのうち骨格筋が収縮したときにその長さが変わる部分はどれかそれらを過不足なく含むものを一つ選びましょうとで、この中で考えるのは AO かの部分ですよねで絵が何を指しているかって言ったらこれは安体を指していてそれに対して O の部分が何を表しているかって言ったらこちらが明体で そして、かは、ゼット膜からゼット膜の間を指していることになります。えー、それを、サルコメアと言います。で、先ほどの図でもう明帯、明体暗体については説明しました。暗体というのは、収縮の前後で長さ変わりませんと。ね、明体っていうのは、収縮するときに長さが短くなるというお話でしたね。で、あとはサルコメアなんですが、サルコメアっていうのは、ゼット膜からゼット膜の間。 ですので、主観しているときの Z 膜から Z 膜っていうのは、この部分を刺していて、収縮しているときの Z 膜っていうのは、この部分を刺しています。つまり、サルコメアというのは、明体が短くなるのに伴って、サルコメアも短くなるわけですね。ですので、このときに短くなるのは、明体とサルコメアということになります。ですので、 図2番において、その収縮時間において長さが変わるのは、明体とサルコメアですので、音かの組み合わせになります。よって正解は6番となります。では次に B について考えていきたいと思います。筋収縮のエネルギーはすべて ATP により供給される。 次の図3は1500メートル層において消費するエネルギーに対する ATP 供給法の割合の時間経過に伴う変化を示したグラフである。通常、スタートダッシュ時には、まず筋肉中に存在するクレアチンリン酸という物質がクレアチンとリン酸に分解され、その時に合成される ATP がエネルギーとして利用される。その後、ズー中の木や区で示す ATP 供給法により得たエネルギーが利用されるようになる。 ということで、こちらはね、その時間経過に伴う ATP 供給法の変化が示されているわけですね。で、まずは、ね、クレアチンリン酸が分解されて、ATP の再合成が行われますよっていうお話で、で、その後にクレアチンリン酸の消費に伴って、次に木に変わり、その次に区に変わるっていう感じですね。で、特に区に関しては、ね、そのままグラフが徐々に上がり続けて、で、 それによって長い時間運動を行うことができますよっていうのがこの図から考えられます。だからここでね、気や苦に相当するものが何なのかと考えるわけですね。まあ、特にね、この問題っていうのは1500メートル走しますよってね、まあそれあれですよね、皆さんの中体力測定とかそういうところでやるやつですよね。だからこれっていうのは身近なテーマとね、自分自身が持っている知識を使ってこれ解釈しましょうねっていうお話になります。 ですので、特にね、この木から区への切り替えっていうのは、短時間の運動から長時間の運動に切り替えるっていうお話ですよね。ですので、特に区においては、持続的にね、一定以上の ATP を供給する。そういうお話だとね、考えてもらえれば、この問題っていうのは考えやすいんじゃないかなと思います。では、ATP を供給する流れについて説明していきたいと思います。 これについては知識としても持っておいてほしいので、これに関してはね、もうぜひ覚えてください。まずは運動する場合、ATP はね、筋肉中にあるものから使っていきます。まあイメージとしてはね、筋肉っていうのはお財布なんですね。なのでお財布の中に入っている現金をまずは使っていくっていうイメージです。そして、お財布の中のね、お金を使いました。そしたら、使った分だけ銀行からお金を下ろすんですね。 それがクレアチンリン酸のイメージです。で、クレアチンリン酸っていうのはエネルギーを含んでいる物質ですので、それを分解するときに生じるエネルギーとリン酸を ADP につなぎ直すんです。そうすると、ATP が作り直されるよっていうお話なんですね。ですので、まずは筋肉中の ATP を使い、使った分だけクレアチンリン酸から ATP を作り直すっていうお話です。で、その後もさらに ATP を消費し続けるのであれば、 もう今度はね、ATP を1から作らなきゃいけないよっていうお話になるわけです。で、その時に、一時的にはね、ある反応によって ATP を作り、で、持続的に ATP が消費される場合には、最後ね、ある反応に切り替わりますよっていうお話なんですね。そこでクレアチンリン酸が使い終わりました。そしたらね、その後どんな反応に切り替わるかっていうと、解答という反応にき切り替わるんですね。つまりは、 グルコースから乳酸が生じる過程で作られる ATP を筋肉に供給しますよっていうお話です。ただ、あれですよね。回答では、グルコース1分子あたり、ATP って2分子しか生じないんですよね。だから、それだと長時間の運動を続けることは難しいんですね。なので、最終的に長い時間運動しましょうっていう時は、呼吸という反応に切り替わるわけです。で、なんでね、最初から呼吸を行わないんですかって思うかもしれませんが、 呼吸を行うには十分な酸素が必要なんですよね。で、解凍っていうのは酸素が必要ないんですよ。だから、酸素の供給が十分に間に合ったところで呼吸に切り替わる。それまでは解凍でつないでおくっていうイメージです。ですので、クレアチンリン酸の分解が最初に起こります。その後に、機の解凍が起こって、そして、 最終的には酸素の供給が十分になってきたところで、最後は呼吸を行いますよっていうお話です。では問いの3番について考えていきましょう。1500メートル走を行った高校生の歩夢は、スタートダッシュを試みたがすぐに疲れてしまい、その後はほぼ一定のペースで走って、6分ちょうどでゴール,ゴールインした。 次の記述、丸1から丸6は、通算中の既得について、歩むが走りながら考えたことであると。で、これらのうち、下線を引いた部分に誤りを含むものを一つ選びましょうっていう話ですね。今回はね、誤りを含むところを探します。では見ていきましょう。まず丸1番。スタートから10秒後、そろそろ2番目の ATP 供給法、木も動き始めている頃だ。木には酸素が必要ないはずだ。 で先ほど、木というのは、ね、これは解凍のことだと言いました。で当然、解凍には酸素は、ね、必要ありませんので、1はこれね、正しい選択肢となります。次、2番。スタートから30秒後、息が苦しくなってきた。木はミトコンドリアで行われているはずだ。木の解凍っていうのは、グルコースから乳酸が生じるお話ですね。 で、特に、解答の中で ATP を作っている部分っていうのは、グルコースからピルビン酸を作る解糖系のお話になります。で、解糖系っていうのは、ミトコンドリアでは行われず、細胞質基質で行われます。はい、ですので、今ね、ここ、ミトコンドリアで行われているっていうのは、まあ間違いですね。細胞質基質になります。ですので、もうこの時点で正解は、もう2番とね、もうほぼ確定します。では、 念のため、3番以降の選択肢も見ておきます。スタートから45秒後、足も重たくなってきた。そろそろ足の筋細胞には、木によって乳酸ができるはずだ。ね、これっていうのは解答のことですので、解答によって乳酸が生じるのはいいですね。はい、なので、3番は正しい内容となります。じゃあ選択肢4番。スタートから90秒後、そろそろ3番目の ATP 供給法、区が中心となっている。で、区というのは呼吸のことでした。 で、呼吸が中心となっている頃だ。呼吸は酸化的リン酸化により ATP を作るはずだ。呼吸の電子伝達系における ATP 生成は酸化的リン酸化ですので、はい、これも正しいということになります。でまた、丸五番ですね。スタートから120秒後、だいぶ走るペースがつかめてきた。区では、ね、呼吸ではですね、呼吸では回答よりも同じ量の呼吸機質から多くの ATP を作れるはずだ。 回答は先ほど言いましたように、グルコース1分子あたり ATP2 分子。それに対して、呼吸というのは、グルコース1分子で、最大38分子の ATP が作れます。ですので、はい、これも正しいということになります。そして、6番、スタートから360秒後、やっとゴール地点だ。苦では、ね、呼吸では ATP とともに水ができるはずだ。まあ、呼吸ではね、水が生じますので、それは、 はい。正しいお話となります。よって、明らかに誤りを含んでいるのは2番ですので、今回は2番が答えとなります。で最後はね、ここ、回答とか呼吸に関するお話でした。でそのね、回答呼吸についてはね、そんなに詳しく触れませんでしたが、その部分に関してはぜひね、ベーシックの方で確認をしてください。はい。ということで、問題の解説は以上となりますが、今回、単元として出てきたものは、まず前半が、 筋肉に関するお話です。これは動物の環境応答という単元になります。また、後半の問い3番では、回答や呼吸、つまり代謝のお話が出てきました。つまり、共通テストっていうのは、単元を横断する問題が多く出てくるんですね。ですので、この大門はこの単元の問題だとは言い切れないので、だから、きちんとね、知識が入っていない単元があると、その大門でね、やっぱり、 どんどん失点が出てきてしまいますので、まずね、ちょっと知識が怪しい方は、この問題を通して不足している知識を早急にですね、補ってもらえたらと思います。やはりね、考察系の問題と言っても、知識ありきのお話ですので、知識がないことには問題は解けないんですね。例えば、有名なね、アニメで、まあ、名探偵なんちゃらっていうのあるじゃないですか。で、あのね、主人公がね、推理で数々のね、難事件を解決していくわけですが、 それっていうのは、ね、彼が頭いいだけでなくて、その土台として、ものすごい深い知識を持っている。それがね、一番のね、その推理力の根拠になってるんですよ。だって、普通ね、高校生が生産狩りでね、死ぬと、なんか口からアーモンド臭がするとか、そんな普通のね、高校生知らないじゃないですか。でも彼はね、そういう知識もたくさん持ってるわけですよね。だから、ね、知識があって、初めて推理ができるんですね。 これは生物においても同じことですので、まずは知識をしっかりと身につけて、それと並行して問題演習の方を進めていってもらえたらと思います。では、今回の授業は以上となります。お疲れ様でした。はい、どうも、生物担当の田中龍之介です。 今回は共通テスト対策の第2回目の授業をやっていきます。今回は2021年に実施された第2日程の問題を扱っていきます。前回は知識の運用に関する問題をメインとして扱ったんですけど、今回は初見問題の解釈についてやっていきたいと思います。おそらくね、問題を見ながら、まあ、全体としてはなんだこれ初めて聞いたぞっていうまあ問題かもしれないんですけど、教科書上の知識も一部出てきますので、 それがどう使われるのか、そういったことを考えながら問題にアプローチしていきたいと思います。では早速問題の方を見ていきましょう。次の文章を読み、下の問いに答えよう。節足動物である昆虫の症状映えにおいては、足を作る遺伝子 X が胸部大切以下胸で発現するために足が形成されると。 まずこの時点で遺伝子 X が足の形成に関係していることが分かりますよね。で、さらに、症状場への腹部、大、え、切、ー、体節以下腹で足が形成されないのは大切の特徴を決める調節遺伝子の一つであるホメオティック遺伝子 Y が発現し、直接に遺伝子 X の転写を抑制することで、 遺伝子 X が発現しないためであると。ですので、まずね、ここまでが症状倍の遺伝子 X と遺伝子 Y に関するお話ですね。この時点では遺伝子 X が足を作らせるよと。で、遺伝子 Y の方が遺伝子 X の発現を阻害して、それで腹では足が作られないようになっているんだよっていうところです。 で、他方、昆虫ではない節足動物であるアルテミアでは、ちょっと色変えておきますね。遺伝子 Y が胸で発現しているが、胸のすべてに足がありますよと。だからもうこの時点で、症状媒が持っている遺伝子 Y と、アルテミアが持っている遺伝子 Y は、性質が違うことがわかりますよね。で、節足動物の進化における遺伝子 Y の働きと足形成との関係を調べるため、 症状倍とアルテミアの遺伝子 Y に関して実験1、実験にを行いましたで。今回は遺伝子 Y の働きが、ね、よく分かってないからそれを明らかにしましょうというお話になります。でとりあえずね、まあ、ここで症状倍とアル,テアルテミアの胸と腹の位置が示されていて、でここで、ね、実験1番に入ります。でまず、アルテミアの、はい、遺伝子 Y を 症状媒の体全体で強制的に発現させたところ遺伝子 X の発現は変化せず胸では発現したままで腹では発現しなかったと。で、このことからアルテミアの遺伝子 Y は足形成を抑制しないと考えられるっていうお話ですね。じゃあここまでのお話をまとめていきたいと思います。 では、ここまでのお話を整理していくんですが、特に考察系の問題が苦手な方は、問題文の中にそのまま書かれていることでも、メモ書きとして自分の手でね、一度はね、こういうふうに書き出した方がいいと思います。なぜかというと、当たり前の情報だとしても、それがね、いろんな情報が出てくる中で、どんどん情報っていうのは複雑化していくんですね。ですので、まずは書き出すことによって、 それがどうつながっていくんだろうっていうのを考えていってもらえたらと思います。でまず、症状倍において言えることは、遺伝子 X と Y があって、遺伝子 X は胸で発現し、足を作らせる遺伝子として働いてますよと。また、遺伝子 Y っていうのは腹で発現していて、それが足の形成を抑制している。まあ、それはなぜかって言ったら、遺伝子 Y が遺伝子 X の転写を抑制しているからだっていうお話でした。まあ、それを表にまとめてみると、まあこんな感じでしょうか。 遺伝子 X と Y の、ね、発言の関係なんですが、胸では遺伝子 X が発現してますよ。なぜならばそこでは、ね、Y が発現していない、ね。遺伝子 X の転写を抑制していないからですね。それに対して、腹の方では遺伝子 Y が発現しているから、遺伝子 X の発言が抑制される関係になっています。でまた、アルテミアに関してはこうでした。胸において遺伝子 Y 発現しているんだけど、 足はちゃんと作られますよ。だから遺伝子 Y は足の形成を抑制せず、そしてね、遺伝子 X の発現を抑制していないことが、まあ、ここから考えられます。ではここで問いの一番見てみましょう。症状場への遺伝子 Y を実験1と同様に症状場への体全体で強制的に発現させた時に期待される遺伝子 X の発現の仕方として最も適当なものはどれかって話でね、遺伝子 X の発現の仕方がどうなるかっていうお話ですね。 遺伝子 Y というのは、症状倍のものとアルテミアのものの両方について考えていきますので、症状倍のものだったら、丸しと置くことにします。アルテミアのものだったら、丸あと書くことにします。で、今回、症状倍の体で、症状倍の遺伝子 Y を体全体で発現させたらどうなるかっていうお話ですよね。そして、遺伝子 Y というのは、足の形成を抑制する、 遺伝子 X の転写を抑制する働きがありましたよね。ということは、今、胸でも腹でも症状への遺伝子 Y が発現していますので、それぞれで遺伝子 X の転写が抑制されることになる。だから遺伝子 X は発現しませんよということになります。で、遺伝子 X っていうのが足を形成する遺伝子でしたので、つまり今回、 のお話から、胸でも腹でも遺伝子 X が発現しないために、足の形成は起こらない。足の形成は抑制されるということになります。ということで、まず問いの1番に関しては、遺伝子 X は胸でも腹でも発現しませんよということで、2番が正解ということになりますで。まずね、これぐらいの問題のレベルだったらかなり優しいので、これはですね、落としたくない問題となります。 では今度、実験2番を見ていきます。遺伝子 Y からタンパク質 Y が作られる。症状場へのタンパク質 Y とアルテミアのタンパク質 Y との違いを調べるため、図2のように、それぞれの正常なタンパク質 Y、領域 B を持たない変異タンパク質 Y、および症状場へとアルテミアのタンパク質の Y の間で、領域 A と領域 B の組み合わせを変えた変異タンパク質 Y の遺伝子を作った。 それぞれの遺伝子を実験1と同様に、症状倍の体全体で強制的に発現させて、足形成に対する影響を調べたところ、図2の結果が得られた。なお、調節タンパク質として働くためには、領域 A が必要であるとね、書いてあります。では、この実験結果を見てみましょう。で、今ね、全部で6個の実験が行われていますので、 それぞれ実験番号を振りたいと思います。一番上から実験1、2、3、4、5、6という感じで、じゃあそれぞれのね、実験結果について見ていきます。例えば実験1だったらば、症状映へのタンパク質 Y について見ていて、領域 A、領域 B が揃っている。その状態だと足の形成は抑制されると。でまた実験2番だったら、 アルテミアのタンパク質 Y について領域 A、B が揃っていて、その場合だと足の形成が抑制されないわけですね。なので、この時点でわかることっていうのは、例えばね、症状媒のタンパク質 Y に関しては、領域 A、B、いずれかに足の形成を、ね、抑制する、まあそういうね、働きがあるってことがわかるかと思います。で、また、 アルテミアのタンパク質 Y に関しては、領域 A、B のいずれかに足の形成を抑制するのを阻害する。まあそういう働きがあるんだなっていうのがわかるんじゃないでしょうか。ここら辺についてはね、まだ憶測なんですけど、まあそういうね、お話が読めるかなと思います。また、実験3番に関しては、これはね、症状倍のタンパク質を見ていて、その領域 B が欠けている状態ですね。そうすると足の形成が抑制される。で、また、 アルテミアのタンパク質 Y に関しては、領域 B がかけていると足の形成が抑制されると。そして実験5番では、領域 A が症状倍のもので、領域 B がアルテミアのもの、そういう組み合わせだと足の形成は抑制されず、また実験6番において、領域 A がアルテミアのもので、領域 B が症状倍のものだと足の形成が抑制されますよと。で、まあ、このままね、実験を考えていてもいいんですけど、 ちょっとね、これを表に書き直してみたいと思います。では、今の実験結果をまとめてみると、まあ、このようなね、表にすることができます。で、今ね、この実験結果、どうやってまとめているかというと、例えば、えー、実験1番というのは、タンパク質 Y の領域 A、B ともに症状倍のものでした。だから、ここにね、C、C と書いています、ね。この C っていうのは症状倍という意味です。でまた、実験2番に関しては、領域 A、B ともにアルテミアのものでした。 ですので、あー、あと書いています。まあ、なのでね、あーっていうのはアルテミアのことだと思ってください。で、実験3番は、領域 A は症状倍のもので、で、領域 B に関してはないですよ。まあ、実験4番に関しては、ね、領域 A がアルテミアのもので、領域 B はないですよっていう話でしたね。まあ、そういう感じで、実験5、6も同じような感じで書いています。 で、足の形成に関しては丸×で書いたんですが、丸だったら足の形成が抑制される。×だったら足の形成が抑制されないということになります。で、ここから実験を読み取っていくわけなんですけど、基本的には実験というのは、2つの実験を比較することによって何かしらね、言えることがあるんですね。で、その時に比較できる関係の実験というのが決まってるんですね。それをまあ鉄則としてね、確認しておきたいんですが、 比較できる実験っていうのは条件が1個違いの関係のものになります。それ以外に関しては比較できませんので、ここはね、気をつけておいてください。もしね、条件を2つ変えてしまうと、どちらのね、条件を変化させたことで結果が変わったのか、これがわからなくなってしまうんですね。だから、条件を1個だけ変えることによって、その影響が結果にどう現れるか、それを見ていくことになります。 で、そうするとね、この中で比較できる関係っていうのはいくつもあるんですけど、例えば、実験1と実験3がこれ比較できるんですね。それは何かというと、領域 A に関しては実験1も3も症状倍のもので、で、領域 B に関しては実験1が症状倍のものがあって、実験3に関してはなしですよと。だから、領域 A、B、それぞれを条件とすると、 領域 A に関する条件に関しては同じままで、で、領域 B に関する条件は変えてますよっていう捉え方ですね。ちなみに、実験1と2ではこれ比較できないので気をつけておいてください。なぜかというと、今ね、この領域 A、B をね、それぞれ条件とすると、2つ条件を変えてしまってるんですね。なので、この時は、どちらを変化させたことで、そのね、足の形成に影響したのかがわからないんですね。 ですので、この実験1と2に関しては、比較対象にはなりません。はい、じゃあ、1と3で比較すると何が言えるか。まず、領域 A が症状倍の時のお話ですね。領域 B に関しては、症状倍のものの、まあ、有無が比較できるわけです。で、その時、実験結果どうですかっていうと、実験結果変わってないですよね。なので、 領域 B に関しては、症状倍の領域 B があってもなくても、足の形成は抑制されますよっていうことが、このね、1と3の比較から言えます。では、他に実験1番と比較できるものがないか探してみましょう。そうするとね、実験5番が比較できることがわかるかと思います。はい、では実験1と5の比較から何が言えるか考えてみてください。すると、今ね、実験1と5に関して、 まず共通して言えることは、領域 A がどちらも症状倍のもので、領域 B が症状倍のものの時とアルテミアのものの時で、どんなね違いが見られるかって言ったら、実験1番では足の形成が抑制されるが、実験5番では足の形成が抑制されないわけです。なので、実験1と5を比較すると、A が症状倍のものの時、B が症状倍のものだと足の形成は抑制され、 一方で、アルテミアのものだと足の形成は抑制されないということになります。まあ、こういうふうにね、実験を比較していって、それぞれ何が言えるのかをまあ考えていくわけですね。じゃあ今度、実験6番も実験1と比較できますよね。さあ何が言えるでしょうか。で、実験1と6に関しては、領域 B がどちらも症状倍のもので、領域 A が実験1では症状倍のもの。実験6番では、領域 A がアルテミアの ものになっています。で、その結果、足の形成に関してはいずれも抑制されているわけですね。ですので、これについてまとめると、こちらの通りとなります。領域 B が症状倍のとき、領域 A が症状倍のものでも、アルテミアのものでも、足の形成は抑制されますよっていうお話ですね。では次に実験2番と比較できるものを探していきます。 そうすると、実験2番とまず比較できるのは実験4番になるかと思います。これは、領域 A がどちらもアルテミアのもので、領域 B に関しては、アルテミアのものがある時ときと、領域 B がないときですね。これを比較しているわけです。そうすると、領域 B があるときは足の形成が抑制されず、領域 B がないときは足の形成が抑制されていますよね。ですので、これもまとめてみると、2と4の比較に関しては、 A がアルテミアのとき、アルテミアの B がないと足の形成は抑制されませんよと。では次ですね。今度実験2番は他に実験5番や6番と比較することもできますよね。ですのでちょっとこれについてもまとめてみます。でまず実験2番に関しては、領域 B が共にアルテミアのもので、で、領域 A に関しては実験2番がアルテミア、で、実験5番が症状倍のものに変わっています。 で、その時は、いずれも足の形成は抑制されないわけですね。それに対して、実験2番と6番の比較に関しては、領域 A がどちらもアルテミアのもので、領域 B に関してはアルテミアのものと症状倍のもので、それぞれ実験をやっているんだけど、実験2番では足の形成抑制されないが、実験6番では足の形成が抑制されていますよね。ということで、それについてメモしてみましょう。 今のお話に関しては、実験2と5の比較から B がアルテミアのもののとき、A はアルテミアのものでも、症状倍のものでも足の形成は抑制されませんよと。それに対して、実験2と6の比較から A がアルテミアのもののとき、B がアルテミアのものだと足の形成は抑制されないが、症状倍のものだと足の形成は抑制されますねと。 では今度、実験3番と比較できるものを探していきます。そうするとね、実験3番、4番で比較できますので、これについて考えてみましょう。そうすると、実験3、4に関しては、領域 B がいずれもない状態ですよね。それに対して、実験3番では、領域 A が症状倍のもので、実験5番がアルテミアのものになっています。そうすると、いずれも足の形成は抑制されているわけですね。ということで、今、領域 B は一切なくて、 で、その状況では、領域 A が症状倍のものでも、アルテミアのものでも、足の形成は抑制されますよっていうことになります。ということで、今のね、3番と4番の比較からは、領域 A が症状倍のもの、アルテミアのもの、ともに足の形成を抑制するってことがわかるんですが、症状倍のものに関しては、足の形成を抑制するってことが、タンパク質 Y の働きとして、もう元々ね、ほぼわかっていましたよね。それに対して、 アルテミアのものに関しては、足の形成を抑制する働きに関しては、今までね、これ考えてなかったんですよ。だけど、ここから、アルテミアのタンパク質 Y にも、足の形成を抑制する領域があるんだってことが分かりますよね。ですので、ここでね、一番話として大きいのは、アルテミアの領域 A が、足の形成を抑制する働きがある。それが、このね、実験比較からわかるかと思います。 また、実験3番に関しては、実験5番とも比較することができますね。で、3番と5番で比較してみると、領域 A に関してはどちらも症状倍のもの。で、実験3は領域 B なしなんだけど、実験5番は領域 B をアルテミアのものにしていますと。はい。で、ここでね、比較してみると、実験3番では足の形成抑制されるけど、実験5番では足の形成が抑制されないわけです。ということで、これも書いてみますね。 ということで、今のね、3と6の比較から、A が症状倍のもののとき、B がアルテミアのものだと足の形成が抑制されない。ということは、さっきのね、丸7番と比較すると、A の領域は症状倍のものでも、アルテミアのものでも足の形成が抑制されるわけですね。で、そこに、B がアルテミアのものになったとき、足の形成は抑制されなくなる。だから、ここからね、領域 A が、 症状えのもの、アルテミアのもの、ともに足の形成を抑制する働きがあって、で、領域 B に関しては、アルテミアのものが、その抑制を邪魔する。そういうふうにね、読み取れてくるんじゃないかなと思います。そして、あとね、もう一つ実験比較ができる場所は、実験4と実験6になります。はい。で、ここで比較をすると、領域 A に関してはどちらもアルテミアのもので、領域 B に関しては、なしの時と症状倍の時ですね。 それに関しては、実験結果、いずれも変わりありません。足の形成は抑制されますよと。ということで、最後、実験4と、実験6の比較からは、A がアルテミアのもののとき、B が症状媒のものだったとしても、足の形成は抑制されますねと。つまり、症状媒の領域 B に足の形成を阻害する。そういう働きはないですよっていうことが分かってきます。で、今回は、説問をまだ見ていない状況ですので、まあ、とりあえずね、 今回与えられた実験から比較できる限り比較をしてみたんですね。で、今、現時点でね、皆さんが大事なことっていうのは、とりあえず問題で正解することではなくて、皆さんはどういう実験とどういう実験が比較できるのか、比較できる実験をまず探せるようになることが大事なんです。ですので、そのトレーニングとして今回はこのね、実験問題を使って比較できる限り比較してみました。じゃあ、ここで設問の問題を確認したいと思います。 ということで、問いの2番。実験2の結果から導かれる考察として、誤っているものを一つ選びましょうと。じゃあまずね、丸一番ですね。これに関しては先ほどの丸七番で、実験3と4を比較したときに、領域 B がないところで実験をね、していました。で、そのときに、症状倍のね、タンパク質 Y の領域 A は足の形成を抑制していましたので、これは否定できません。 で次、選択肢丸2番。アルテミアのタンパク質 Y の領域 A は足の形成を抑制する。これも同様に先ほどの丸7番、実験3と4の比較で、アルテミアの領域 A だけで足の形成を抑制していました。ですので、これも否定されません。はい、じゃあ次、丸3番ですね。で、今度ね、選択肢3番ですが、症状倍のタンパク質 Y の領域 B は領域 A の働きを阻害する。で、領域 A の働きっていうのは、 足の形成抑制ですので、足の形成抑制を阻害すれば、症状倍の領域 B によって足の形成が起こらなくなるということになります。で、それに関してはね、例えば、丸9番、丸1番、または、丸3番や丸6番の結果から、領域 B が症状倍のもののとき、足の形成は抑制されていることが確認できますので、 だから選択肢3番の足の形成抑制を阻害するっていう話は間違いになります。ですので3番が誤りの選択肢となります。でまた、丸四番のアルテミアのタンパク質 Y の領域 B は領域 A の働きを阻害する。これに関してはまとめた実験内容を確認すればアルテミアの B が領域 A の働きを阻害し足の形成抑制を阻害していることがわかるかと思います。 ですので4番は正しいお話となります。では次に問い3番いきます。図3は症状媒アルテミア及びムカデの系統樹である。ムカデでは足が形成される体節で遺伝子 Y が発現していることが分かっている。つまり、ムカデのタンパク質 Y は足の形成を抑制しませんよっていうことですよね。このことを踏まえ実験12の結果から導かれる考察に関する下の文章のあ、e、い、 に入る5区の組み合わせとして、最も適当なものを1つ選びましょうと。はい。そうするとね、まあ、このような系統樹が与えられていて、で、先ほどの実験結果から、症状倍では足の形成が抑制される。がア、アルテミアの Y は足の形成を抑制しない。で、今回、説問中にムカでも足の形成を抑制しませんよということが書かれていました。で、それをね、共通の祖先からこれ考えていくわけですよね。 そうすると、今ね、このムカデとアルテミアで、タンパク質 Y の働きが共通していて、症状倍でその働きが異なるわけですね。ですので、共通の祖先からの流れで考えると、祖先からムカデが出てきて、で、そのね、ムカデの祖先のな仲間からこっちのグループが出てきたんだけど、アルテミアの方にはそれが受け継がれつつ、症状倍の方では足の形成が抑制されるようになりましたよと考えればいいかと思います。 で、今回ね、文章を読んでみると、接足動物の進化の過程で、遺伝子 Y の働きが1回だけ変化したと考えられたとき、遺伝子 Y の働きが変化したのはあ、でーと言っていますから、先ほどのね、図を見ると、どこで変化が起こったかって言ったら、まあ、Q だとね、わかるかと思います。はい、ですので、変化したのは Q で、症状媒とアルテミアの共通祖先 P では、遺伝子 Y は足の形成を抑制どうでしょうかね。 この進化の系統では、まあ、ムカデからね、最初に出てきて、で、その後にこっちのね、グループが出てきてますよね。で、ムカデやアルテミアに関しては足の形成を抑制していませんので、共通祖先でも抑制していなかったと考えられます。したがって、空欄意にはしていなかったと入るので、答えは、こちらがですね、4番ということになります。はい。ということで、今回は、 共通テストの第2日程で実施された問題を扱ったわけなんですけど、特に問いの2番ですね。問いの2番に関しては、ややね、情報が複雑だったかと思いますが、きちんと比較できる関係の実験を見つけてあげれば、その後ね、何が言えるかっていうのは、まあ簡単だと思うんですね。つまり、共通テストで実験問題を解釈していくときっていうのは、まずね、何と何を比較することから始まるのか、そこから考えていってもらえたらと思います。 で、今後もこういうね、実験問題をたくさん扱っていきますので、その中で徐々に実験の比較およびね、そこからどう考察していくのか、そういったことを身につけていってもらえたらと思います。では、今回の授業は以上となります。お疲れ様でした。はい、どうも、生物担当の田中隆之介です。 今回は共通テスト対策の第3回目の授業を行っていきたいと思います。今回扱う問題は思考調査の2018年の問題となります。特に遺伝子とタンパク質の関係を問われている問題なんですけど、後半は少々難しい問題も含まれていますので、どうやってね、攻略していくのか一緒に考えていきましょう。では早速やっていきたいと思います。次の文章 A、B を読み、下の問いに答えを。 緑色蛍光タンパク質以下 GFP は現代生物学において様々な方法で利用されている。例えば遺伝子組み換え技術を用いて調べたいタンパク質と GFP との融合タンパク質を発現させ、発現時期や細胞内での極材などに関する情報を得ることもできる。で特にね、この GFP が絡んだ問題っていうのは共通テスト、私立大学、国立大学問わず品質となりますので、これが関わる問題は慣れておいてほしいなと思います。 で、そもそもね、この GFP というのを発見したのが、下村治さんという方になります。まあ、最近亡くなってしまったんですけど、私立や国立の入試では出てくる人物ですので、名前も覚えておいてください。えちなみにこの下村治という方は、オワンクラゲというね、生物がいて、このね、オワンクラゲが GFP をもともとね、持っている生物なんですね。で、そこから取り出して利用しているのがこの GFP になります。 では早速、問1番から考えていきましょう。下線部 A に関連して、次の1、2のように遺伝子をプラスミドに繋ぎ合わせる実験を行った。ある DNA 差を次の図1の制限酵素 X、Y および Z で切断して、下の図2のような断片 A、B、C を得ましたと。でその時にね、制限酵素 X、Y の認識配列が書いてありますので、これもね、考慮して考えることになります。 で、その時ね、得られた断片 ABC がこちらになるんですが、断片 A に関しては、一方の端っこが X で切断した部分で、もう一方が Y で切断した部分となります。で、断片 B は一方が Y、もう一方が Z。そして断片 C は一方が X、もう一方が Z となります。そして、括弧2番ですね。プラスミドを図1の制限酵素 X と Z で切断して、 次の図3のようなプラスミド断片を得た。ということで、ね、こちらがプラスミド断片になるんですけど、今このね、切断されている箇所の一方は X、もう一方は Z となるわけですね。で、このプラスミド断片と図2の断片 ABC 等を混合して DNA リガーゼを加えて反応させたとき、図2の DNA 断片 A から C のうち、プラスミド断片に連結されて感情になり得る DNA はどれかっていうまあお話になるわけです。 まなので、このね、断片 A, B, C が、ここに繋ぎ合わされるっていうね、そういうお話なんですけど、どういうものが繋がるかなっていうお話なんですね。でその時に重要なのが、制限酵素で切断した場合の、そのね、切断末端の部分の形や延期配列になります。でそうするとね、制限酵素 X,Y,Z で切断した場合、それぞれのね、配列っていうのは一見なんかね、似たような感じもするんですが、 例えばね、制限構ー X で切断した場合、このね、はみ出てる部分の形とね、延期配列に注目します。はい、そうするとね、今、上が右に突出して、下が左にはみ出てる。そういう感じになりますね。で、それに対して制限構ー Y で切断した場合は、こちらはね、上が左に飛び出していて、下が右に飛び出している形となります。 で、制限酵素 Z で切断した場合が、制限酵素 Y と同様に、上が左にはみ出して、下が右にはみ出している形となります。なので、その時にですね、今、制限酵素 Y と Z に関しては、このはみ出てる部分だけ着目した場合、これね、同じ形で、ね、同じ配列をしているんです。ね、どっちも CATG, GTAC、ね、CATG, GTAC となっています。 それに対して、制限構想 X だけは、ね、そのはみ出方が Y や Z と異なるわけですよね。なので、はい、ここは、はみ出てる部分の形と延期配列違いますよっていう関係になります。そうすると、このね、制限構ー X から Z の中ではみ出た部分を連結させようとするとき、制限構想 X で切断した部分というのは、制限構想 Y や Z で切断した部分と連結させることはできないんです。 で例えば、このね、上にはみ出た部分ありますよね。で、それっていうのは、Y で切断した部分を見たとき、これ上とも下ともね、うまくはまらないの分かりますよね。それは制限構素 Z で切断した、このね、断片も同じになります。なので、制限構素 X で切断した末端だけは、制限構素 X で切断した部分としか連結できないということです。それに対して、制限構素 Y でね、切断した部分は、 当然、制限酵素 Y で切断したものと連結させることができるんだけど、他に制限酵素 Z で切断したものと連結させることもできます。例えば、今、はい、こういうふうにはみ出ている部分は CATG となっていますが、それは、はい、こちらの GTAC と、ね、相互的な配列になっていてで、しかもね、形もこうやってカチャッとはまる形になっていますので、ここと、ここっていうのはね、連結させることができるんですね。 で、その反対側も同じことが言えます。はい、この部分と、ね、この部分を比較してみると、やはりね、双方的な配列になっていて、これもね、はまる形になってますよね。なので、これも OK なんですよと。だから、Y で切断した部分と Z で切断した部分っていうのは、互いに連結させることができるというお話になります。ですので、それを考慮すると、このプラスミド断片に連結させることができるものはって探した場合、 こっちの X で切断した末端の部分というのは、X で切断したものとしか連結できません。それに対して、Z でね、切断されている末端に関しては、Y で切断した末端と、Z で切断した末端の2種類と連結させることが可能です。ということは、今、この XZ の間にはまり得るものは、一方が X でもう一方が Y のものと、一方が X でもう一方が Z のもの。 この2種類ということになります。ですので、このね、XY というやつが断片の A のことで、XZ が断片 C のものということになります。従って、正解は5番ということになります。では次に問いの2番に行きましょう。下線部 B に関連して、チューブリンと GFP との融合タンパク質を、マウスの様々な細胞で発現させることができるように、プラスミドを設計した。 次の図4はそのプラスミドの一部を模式的に示したものである。この時、図4中の A から U に入る配列の組み合わせとして最も適当なものを一つ選びましょうという問題ですね。そして、今ね、この図を見れば、E よりも右側がはい転写される領域となっているわけですね。ですので、転写される領域よりも、前にプロモーター、つまり RNA ポリミラーズが結合する領域が必要ということになります。 このいよりも右側が転写される領域なんですが、その中に、ね、翻訳される領域があるわけですよね。ということは、この転写領域の中に翻訳される領域があって、その最初に翻訳開始点がありますよと考えられますよね。でそしてまたね、選択肢を見てみると、プロモーター翻訳開始点以外に、転写調節領域のお話があります。 で、転写調節領域というのは、調節タンパク質が結合する領域のことですが、それは RNA ポリメラーゼが結合するプロモーターよりも上流の領域に存在することになります。そうすると、ね、このあいにおける並びというのは、いがプロモーターで、それよりも上流のあが転写調節領域ということになります。ですので、A、E、うに入る組み合わせとして正しいのは1番ということになります。 では、今度問いの3番に行きます。下線部 C に関連して、問い2で作成したプラスミドを複数のマウスに導入し、チューブリンと GFP の融合タンパク質を発現させ、様々な細胞で GFP の傾向を観察したところ、この傾向はチューブリンと同じ極材を示していた。次の傾向顕微鏡の模式図 D から、A、H のうち、観察されたものはどれか、観察された像の組み合わせとして最も適当なものを一つ選びましょうと。 なお、GFP の傾向は黒塗りで示してある。また、図の縮尺は同じではないというお話なんですが、そもそもね、チューブリンっていうのが何なのか考えてみたいと思います。で、チューブリンというのは、これはね、微小管を構成するタンパク質になります。ですので、今ね、チューブリンの分布を GFP を使って調べているわけですが、 それはつまりね、微小管の分布を調べていることになります。だから、微小管の役割をここで確認しておきます。で、こちらはベーシックの方でも確認しているんですが、微小管の主な働きとして、防水士、中心体の構成要素になっているということ。また、弁毛専毛の構成要素になってますよ。あるいは、ね、細胞内輸送に関わってますよっていうお話をしています。ですので、まあ、これが頭に入っていれば、 選択肢を見たときに、あ、これかなって検討がつくんじゃないかなと思います。例えば、このね、D の選択肢っていうのは、えー、これ何示されてますかって言ったら、防水体ですよね。なので、この防水体は微小管によってできていますので、これが中ぶりの分布を表してるって考えられるかと思います。なので、まずね、はい、F 選べますねと。そして次に、 先ほど、弁毛や線毛の構成要素になってますよって言いました。ちょうど、この部分が弁毛になります。ということは、この弁毛も内部に微小管を含んでいますので、はい、G も選べますよってことになるわけです。ちなみに、弁毛を構成している微小管は、モータータンパク質の代人によって動かされていて、それで、このね、弁毛を動かしています。 でその時に、弁網の断面図を見ると、微小管が規則的に並んでるんですね。でその微小管の並び方を、Q、9プラス2構造と言います。まあ、これもね、合わせて確認しておいてもらえたらなと思います。でそして、もう一つがね、ちょっとだけ難しいお話なんですが、実は H も、これね、中部ンの微小管の分布を表しているんです。実は、ニューロンの軸索の中では微小管が伸びていて、 で、その微小管上をキネシンやダイニンが動くことで、ニューロンの細胞体と軸索末端の間で物質輸送を行うことができるんです。これは、資料集とかね、教科書を見てみると載っていますので、ぜひね、そちら確認してみてください。まあ、だからね、細胞体で、例えば、神経伝達物質を含むシナプス商法が作られました。それは微小管上動くキネシンによって軸索末端まで運ばれるわけです。 ただし、今回ね、H が選べなかったとしても、F と G が選べていれば、それをね、含む組み合わせっていうのは8番しかないので、8番が正解とわかります。では次の B の問題に行きましょう。保険の授業で日本人にはお酒、エタノールを飲んだ時に顔が赤くなりやすい人が欧米人に比べて多いことを学んだ。このことに興味を持ったスミコ、カヨ、ススムの3人は図書館に行ってその原因について調べてみることにした。 で、まずスミコさんが、この本によると、顔が赤くなりやすいのは、エタノールの中間代謝物である、アセトアルデヒドを分解する、アセトアルデヒド脱水素酵素以下、ALDH の遺伝子に変異があって、アセトアルデヒドが体内に蓄積されやすいからなんですって。変異型の遺伝子をヘテレ接合やホモ接合で持つ人は、ALDH の活性が正常型のホモ接合の人の2割くらいになったり、 ゼロに近くなったりするそうよと。でそしてカヨさんが、ヘテロ接合体は正常型の表現型になるのが普通だと思っていたけど、違うのね。ヘテロ接合体の表現型ってどうやって決まるのかしらというね、お話で、まあ一般的にね、遺伝と言ったら、例えばね、ラージエとスモールエで表されて、で、ラージエが丸で、スモールエがシワみたいなお話の時に、ラージエ、スモールエといえば、まあ丸型の種子を作りますよっていうお話でしたよね。 まあそれっていうのは、ラージ g A とスモール A の間で、まあ、優劣があってみたいなお話なんですが、ここではね、そういう表面的なお話ではなくて、もう少しね、踏み込んだお話となっているわけです。では今度、進むくんですね。ヘテロ接合体の活性がとても低くなってしまうっていうところが、どうもピンとこないね。僕はヘテロ接合体であっても、正常型の遺伝子を持つのだから、そこからできるタンパク質が酵素として働くことで、 正常型のホモ接合体の半分になると思うんだけどな、ということで、まあ、図語が与えられているわけですね。まあ、それはつまり、まあ、こうですよね。相同染色体2本の一方に正常型遺伝子、他方にも正常型遺伝子があって、まあ、これが正常のホモ接合体ですよね。で、その時は100、100%正常型の酵素が作られて、それに対して、ヘテロ接合の方は一方が正常型、もう一方が変異型で、 正常型から正常型の酵素。変異型から変異型の酵素が作られているっていう関係になっていると、まあ今ね、進くんは考えているわけですね。でそこで、すみこさんが、あ、もしかしたら ALDH の遺伝子から作られるコリペプチドは、一本では酵素として働かないんじゃないかしらと言っています。つまり、そこから ALDH は四次構造を取るんだっていうのが、まあ示唆されているわけですね。 そして、進くんが ALDH に関する方を見つけたよ。本当だ。4本の同じポリペプチドが複合体となって働くんだってさ。よし、4本で働くとして計算してみるか。あれれ、4本でもヘテロ接合体の活性は半分になってしまうぞというところで、まあ、進くんがね、まあ、少し、まあ、なんか勘違いをするみたいですね。そして、かよさんが、ちょっと待って、私が見つけた文献には、 ペテロ接合体でできる5種類の複合体について詳しく書いてあるわねとで。そこでね、カヨさんが見つけた文献が表1で表されてるわけですね。はい。そうするとね、今 ALDH は4本のポリペプチドでできていると考えて、そのうち変異のポリペプチドの数が0の時、1の時、2の時、3の時、4の時で、ね、それぞれ活性が違うんだぞっていうのがま表になってるわけですね。 で、また、それぞれのね、存在比も表されていて、変異ポリペプチドが、0のやつは16分の1、1本のやつは16分の4、2本のやつは16分の6、3本のやつが16分の4、4本のやつが16分の1となっていますと。そしてね、各酵素活性も、0だったら1 0 1だったら48、2だったら12、3だったら5、4だったら4となっていますと。ということでね、ここで変異ポリペプチドの数に応じた、ね、 その酵素活性が与えられていて、これを踏まえて、ヘテロ接合だと酵素活性が2割ほどになってしまうよって言ってるわけですね。で、その後、ね、ヨさんが表1から計算すると、ヘテロ接合体の活性は正常型のホモ接合体の2割強になるわねと。多分、ススムさんの計算は前提が間違っているのよ。で、ミコさんが、きっと活性の少ない変異ポリペプチドが複合体の構成要素となって、 活性を阻害しているのね。二人三脚で走るときに、速い人が遅い人と組むと、スピードが遅くなるというのと同じことよ。ああ、だからヘテロ接合体、ヘテロ接合の人は、変異型のホモ接合の表現型に近くなるんだわ。なるほどね。日本人にお酒を飲んだときに、顔が赤くなりやすい人が多いのには、変異ポリペプチドを含む複合体の ALDH の活性と、変異型の遺伝子頻度という生物学的な背景があるんじゃないかな。 じゃあみんなで変異型の遺伝子頻度を調べてみようよということで、早速問題に入っていくわけですねで。まず問いの4番。下線部 D に関連して細胞で作られるタンパク質には ALDH とは異なり、細胞外に分泌されて働くものもありますよと。で、このようなタンパク質を合成しているリボソームが存在する場所として最も適当なものを答えましょうと。で、今回ね、そのまあ、 翻訳を行っているリボソームがね、存在する場所はって書かれてるわけですね。で、選択肢を見たときに、これすぐ気づきませんかね細胞のところのね、知識を持っている方は、ね、リボソームが結合した小胞体ご存じないですかね、それを、素面小胞体って言うんですよね。ですので、こちらに関しては5番が正解となります。では次、問い5番について考えてみましょう。 下線部 E に関連して2本の正常ポリペプチドが集合して初めて働く酵素を考える。この時、正常ポリペプチドと集合はできるが複合体の活性に寄与しない変異ポリペプチドがあると仮定する。正常ポリペプチドに対して混在する変異ポリペプチドの割合を様々に変化させるとき、予想される酵素活性の変化を表す近似曲線として最も適当なものを次のグラフの中の えー、中から一つ選びましょうと言ってるわけですね。で、その時にね、こちらのまあグラフが与えられていて、今、二つのポリペプチドで作られるね、酵素について考えるとき、その働きを示すものとして、適当なものどれですかっていうお話なんですが、基本的にグラフっていうのは、これね、横軸の変化に対して縦軸がどう変化するかなんですね。まあ、ですので、このようなね、形を取る原因というのは、 基本的に横軸にあるわけです。だから横軸どこから読み取ろうかなって考えます。で、その時に極力ね、グラフっていうのは数値が読み取りやすい場所からまあ考えるものなんですよ。だからまあ0とかね、100からまあアプローチするっていうね、方法がその一つなんですけど。しかし0とか100のところではこれ1番から5番においてどのグラフも同じ値を取るわけですね。 ですので、この0と100のところはちょっとね、まあ見られないなっていうお話になります。じゃあ次に、どこでね、アプローチするかって言ったら、まあ50のところとかどうですかね。まあつまり、変異ポリペプチドが半分含まれてますよで。その時のグラフっていうのは1番から5番で大きく値が異なりますよね。だから、どのような値を取るのかなって考えるのがいいかなと思います。で、その時に、今ね、 二つのポリペプチドが合わさって一つの酵素として働くわけですね。で、その時ね、白丸を正常型のポリペプチド、黒丸を変異型のポリペプチドとした時、まあ三通りの組み合わせが考えられます。ね、まず一つは正常正常。で、二つ目が正常異常。そして三つ目が異常異常の組み合わせですね。で、この時に存在比はね、どうなるかって言ったら、今、こうですよね。 50%で考えてるから変異ポリペプチドが半分、2分の1あって、もう2分の1は正常型のポリペプチドですね。なので、ここがね、正常正常の組み合わせになりますよっていうのは、2分の1かける2分の1で、4分の1ということになります。で、それに対して、このね、真ん中のやつは、 正常かける異常ですと、えー。ということは、ね、正常も異常も二分の一ですので、はい、分の一かける二分の一。ただし、今ね、この酵、え、素、ー、というのは、ね、例えばじゃ番号を振ることにしましょうか、ね。こっち1でこっち2としましょう。そうすると、ね、1が正常で2が変異型の時と、1が変異型で2が正常の時の2パターンありますよね。ということは、はい、これかける2と、えー、なります。 ですので、この値は4分の2となるわけです。じゃあ今度ね、えー、黒黒の組み合わせ。ね、えー、それはまあ2分の1かける2分の1で、4分の1と表されます。ということで、今出てきたこのね、4分の1、4分の2、4分の1というのが、各ポリペプチドの組み合わせの存在比ということになります。 じゃあその時の酵素活性はいくらになるかってね、どう考えるかって言ったら、今回変異ポリペプチドは酵素活性に寄与しないよと言っているのでえ、つまりね、酵素活性を持つのはこいつだけということになります。で、酵素活性が正常に働けば酵素活性は100。で、そのね、正常に働くやつは存在比が4分の1なので、はい 100×4 分の1ということで、 はい、この時の酵素活性は25ということになります。つまり、変異ポリペプチドが50%含まれている場合、その人の酵素活性は25となるわけです。で、それに近い値をとっているのは、これですよね。はい、50%の時、酵素活性25ですよ。はい、その選択肢は2番ということになるわけです。では次に問い6番行きましょう。 下線部 F についてどのような前提で計算すれば活性が半分になるか考え得る前提として適当なものを以下からね、2つ選びましょうという問題ですね。で、これはもうね、選択肢1個1個検討していくことになるんですけど、まあ、今回扱う問題の中では、まあ、一番ね、その選択肢の検討がまあ難しいお話かなと思います。じゃあ選択肢ね、1個1個見ていきましょう。じゃあまず1番ですね。 複合体の酵素活性は複合体中の正常ポリペプチドの本数に比例すると。じゃあ、この考えの下で全体の酵素活性が半分になるのか考えてみたいと思います。では、黒板の方で説明していきます。まず、変異ポリペプチドに応じた各複合体の存在比っていうのはもう先ほどのね、表で与えられていました。では、選択肢丸一番から その正常ポリペプチドと変異ポリペプチドの割合に応じた酵素活性を考えていきたいと思います。はい。そうすると、丸一番は、正常ポリペプチドの数に応じてと言っていますよね。つまり、複合体の中の正常ポリペプチドがすべてね、正常型だったら、それは酵素活性100って考えますよね。はい。じゃあ、そこからね、正常ポリペプチドの数に応じて、酵素活性を考えていくと、 正常型が3つの時は、酵素活性75、2の時が50、1の時が25、で、0の時が0と考えることができるんじゃないでしょうか。はい。じゃあ、その時の全体の酵素活性を考えてみると、例えば、酵素活性100のものは存在比が1六分の1なので、その部分での酵素活性は1 0 0 × 1六分の1と表せます。で、また、正常ポリペプチドを3つをね、含んでいる場合だったら、 酵素活性75で、その存在比は16分の4なので、正常型3つ含んでる酵素だけで見たら、そのね、酵素活性は 75×16 分の4と表せます。まあ、つまり、そのポリペプチドの酵素活性と存在比をかけてあげれば、そいつの酵素活性が表せるわけですね。で、それを全部足せば、全体での酵素活性を求めることができます。ちなみに、こちらを計算しますと、 ちょうど50となりますので、こちらは答えということができます。では次、選択肢2番について検討してみましょう。複合体の酵素活性は複合体中の変異ポリペプチドの本数に反比例しますよと。ちなみに反比例っていうのは、y イコール x 分の a と表せるものですよね。だから、 今のお話を反比例の式に当てはめると、酵素活性は変異ポリペプチドの本数分の100。まあ、この100っていうのは酵素活性が正常の時の値ですね。まあ、こういうふうに表せますよっていうことになります。で、すると先ほどの表でね、こちらも考えてみますと、え、2番。まず変異ポリペプチドが0の時は0分の100。で、次が1分の100。で、次が2分の100。 っていう感じでね、こういうふうに表せるわけですね。で、もうこの時点で、もうおかしいことは明らかですよね。だって、変異ポリペプチドが0の時、0分の100って出てきてますよ。で、これってもう評価できない数値ですよね。0分の100、まあ、死いて言うなら無限でしょうかねえ。ということは、じゃあこれ全体の酵素活性無限、もうおかしいです。はい、ですので、もうこいつはね、もう意味不明な選択肢なわけですね。ですので、もう2番は違うと言い切れるわけです。 じゃあ今度ね、選択肢3番について検討します。正常ポリペプチドが1本でも入った複合体の酵素活性は100になりますよ。じゃあこれも黒板で考えてみましょう。で、正常ポリペプチドが1本でも入っていれば酵素活性100になるわけだから、つまり、変異ポリペプチドが4分の4を占め,ると占めているとき、それを除けばみんなね、酵素活性100ですよと言ってるわけですね。 すると、ね、この場合計算したら、もう明らかに高素活性が50にならないのは明らかですよね。まあ一応ね、計算だけやってみますと、このような式を立てることができます。一応ね、こちら計算してみると、93.75となりますので、ね、50にはならないから誤りだとわかります。では次、選択肢4番について検討します。 変異ポリペプチドが1本でも入った複合体は、酵素活性を持ちませんよっていう話ですね。じゃあこれも表の方で確認してみましょう。すると選択肢4番の場合は、酵素活性を正常に持つのは、このね、正常ポリペプチドが4分の4正常型の時だけであって、それ以外の時は酵素活性0になりますよと。ちなみにこちらはね、計算すると 100×16 分の1で6.75となりますので、 こちらは間違いということになります。ということで、問いの6番は、まずね、選択肢1番が選べて、で、選択肢2、3、4とね、切れるので、その時点でね、選択肢がまあ5番と言えるわけなんですが、選択肢5番についても、最後ね、検討して、それでね、答えが本当に1号で合ってるのか、確認したいと思います。で、選択肢5番は、変異ポリペプチドは複合体の構成要素にならないという話ですね。では、これについて、最後ね、検討してみたいと思います。 では、正常のホモ接合から考えてみたいと思います。で、正常のホモ接合では、対立遺伝子両方とも正常型の遺伝子となるわけです。で、それぞれからポリペプチドが作られて、では、正常型のポリペプチドを白丸で書いて、で、それぞれの遺伝子から正常型ポリペプチドが200個ずつ作られたとします。で、つまり、計ね、400個の正常ポリペプチドが作られて、それによって、一つのね、酵素が作られるわけですね。 で、一つの酵素を作るときにポリペプチドを4つ必要とするわけだから、今回、4つのポリペプチドからなる酵素は100個できるということになります。じゃあ、それに対してヘテロ接合はどうなるのかって考えてみますで。今回ね、一方が正常の遺伝子で、もう一方が変異型の遺伝子となります。じゃあ、それぞれからポリペプチドが200個ずつ作られると考えます。しかし、今回ね、選択肢5番のお話では、変異型のポリペプチドは、 複合体を形成しませんよっていう話になっていますよね。ということは、一方の正常型遺伝子から作られたポリペプチドのみによって複合体が作られることになります。じゃあ、ここから4つ合わさって1つの酵素が作られるとしたら、200を4で割ってあげて、この数は50ということになります。つまり、ヘテロ接合は正常ホモ接合の人と比べて、 作られる酵素の量が半分になるので、それはつまり酵素活性が半分になると考えることができます。では最後、問いの7番に行きましょう。下線部 G についてエタノールに浸したパッチシートで皮膚が膠張するまでの時間の違いによって、その人の ALDH の活性の工程を調べることができる。3人が 同級生160人の協力を得て調べたところ、次の表2の結果が得られた。表2から推測される変異型 ALDH の遺伝子頻度として最も適当なものを一つ選びましょう。まあ、今回ね、遺伝子頻度が問われているわけなので、あ,あ、ハーディ・ワインベルグの法則の計算だなということに気づきます。では今回、正常型の遺伝子を M、変異型の遺伝子を N と置いて、さらに、M の遺伝子頻度を P、 変異型の遺伝子頻度を9と置くことにします。今回、対立遺伝子は M と N の2種類しかないので、この時は P、P プラス Q イコール1が成り立ちます。で、今回ね、酵素活性を正常に持つ人っていうのは、正常型の遺伝子のホモ接合だけですよね。はい、ということは、酵素活性が高い人が MM で、それ以外の遺伝子型は、 左のね、活性が低い、あるいはほとんどないというお話になるわけです。なので、左側の遺伝子型は、MN と NN の二通りの遺伝子型が考えられるわけです。で、ハーディー・ワインベルグの法則が成り立っているときは、それは自由交配が起こってるよっていうお話ですので、それを前提にして、じゃあ黒板の方で最後ね、式を立てたいと思います。で、自由交配の表っていうのは、まあこういうふうに書くわけですよね。今回、 対立遺伝子 M と N があって、その遺伝子頻度を P9 と置いてるわけだから、ね、P 対 Q×P 対 Q と書いてあげて、ね、その全通りの組み合わせをここに書き出しますよと。で、そうすると、今回ね、正常型の酵素活性を持つ人が、これね、全体の中の P2 乗を占めるわけですね。まあ、つまり、この部分が正常活性を持つ人ということになります。ですので、まあ、こういうふうにまとめることができます。 活性高い人が mm で、で、活性低い、もしくはないよっていう人がヘテロ接合、もしくは n のホモ接合ということになります。で、今回は、活性が高い人の人数が160人のうち、90人を占めていました。ですので、p2 乗イコール160分の90となりますので、p の値は0.75ということになります。 で、今回ね、P というのは、これはね、あくまでも M の正常型遺伝子の遺伝子頻度ですね。で、今回聞かれているのは変異型の遺伝子頻度ですので、Q の値を求めることになるから1、1-0.75で、0.25と求まります。ということで、最後は1番が正解ということになります。はい。ということで、今回は、 遺伝子とタンパク質のね、お話の環境をやったんですが、特に、まあ、遺伝の法則のお話で、まあ、ラージエスモールエっていうのはね、え正常型の優勢の表現型を表しますよってね、まあ、覚えていると、あ、この問題初めて見た、みたいなね、人もまあ、結構ね、いらっしゃったかなと思うんですけど、まあ、だけどね、考え方っていうのは、まあ、一つ一つを解きほぐしていけば、まあ、言うほど難しくはないんですね。ただし、 選択肢をね、検討するときに、まあ、今回のようにですね、そのま、数学的というか、ね、算数的な考え方を要することもありますので、そういう問題についてはね、少し気をつけたいなと思います。で、実際ね、試験本番で選択肢を見たときにね、なんだ、この数学の考え方知らないぞとかなってしまった場合は、一旦ね、保留して、他の問題からアタックした方がいいかなと思います。では、今回の授業は以上となります。お疲れ様でした。 はい、どうも、生物担当の田中隆之介です。今回は共通テスト対策の第4回目の授業となります。今回扱う内容は、2021年の第2日程の問題となります。前回の、ね、授業でも出てきたように、共通テストにおける問題というのは、まあ、算数とか、えー、数学とかを、ね、使った、まあ、数的な解釈をまあ求められる、そういう問題が出てくる傾向にあります。今回は、それの練習問題という位置づけになります。 まただしね、動物の環境応答のお話がテーマになるんですけど、知識の確認もありますので、まあ、そこはね、しっかりと確認しておきましょう。では早速問題の方を見ていきたいと思います。耳が音刺激を受容し、その信号が脳に伝わると聴覚が生じる。人は音の強弱や音の肯定などを識別している。夜行性の鳥であるメンフクロウは、 夜間でも離れた距離にいる餌となるネズミのいる方向をネズミが発するかすかな音を頼りに特定できる。これは綿袋の脳に左右の耳に音が到達するわずかな時間差を検出する特有の神経回路があるためである。ということで今回は聴覚に関するまあ問題となります。特に後半出てきている綿袋なんですけど、 これは教科書とか資料集にも載っているお話で、面袋というのは左右に耳があって、さらに左右でその耳の上下の位置を変えているんですね。で、面袋というのはここに書いてある通り、夜行性の動物で、つまり夜森の中で暗闇で獲物を捕らえなきゃいけないわけですね。なので、耳を左右に持つことで、広範囲の音を聞き取って、さらに上下に耳の位置を変えていることで、それは 高さによるね、その音の発生も聞き分けてますよっていうお話なんですね。だから、ロ袋というのは、音を立体的に、空間的に認識できる動物なんです。まあ今回そこまでの話は出てきていないんですけど、耳に関する知識と、またね、耳に関する計算問題を解けるようになってもらえたらと思います。ではまず問いの一番からですね。 下線部 A について、人が音の工程を識別するための仕組みとして、最も適当なものを次の丸1から丸4のうちから一つ選びましょうという問題ですが、これね、音の工程といったら、すぐに規定膜の幅の違いによって認識しているよっていうのをまあ思い出してもらえたらと思います。特に耳に関しては、聴覚が生じるまでの流れが問われる場合と、あと音の工程に関するお話が出てきます。 ですので、今回は音の工程に関するお話なので、規定膜の幅と音の工程との関係を確認しておきます。そうすると、規定膜の幅っていうのは、それが狭いところと広いところがあるというお話をしています。で特に、規定膜というのは渦巻き管の渦巻き細管の中にあるんだけど、その中で規定膜の幅というのは、渦巻き管の卵塩層側ほどその幅が狭く、 渦巻き管の先端に行くほど幅が広くなっています。で、規定膜の幅が狭いところでは高い音を受容し、規定膜の幅が広いところでは低音を受容するとなっています。で、今回該当する選択肢を探すと、それは2番ということになります。渦巻き管内のリンパ液の振動が、渦巻き管内のどの位置の規定膜を振動させるかを指標にしているということで、それが今のね、お話になります。 また、選択肢のね、3番で出てきている前提というのは、体の傾きを受容する受容器となっていて、そして選択肢4番の半期間というのは、体の回転を受容する期間となります。ちなみに、この前提や半期間というのは、個体自身に発生している刺激を受け取る期間なので、こういうのね、自己受容器と言います。 自己受容器にはね、前提半期間の他に、金棒水もありますよっていうのをベーシックでお話ししていますが、ここら辺はね、しっかりと確認しておいてもらえたらと思います。では次に問いの2番に行きたいと思います。図1は面袋の頭部と音源との関係を上から見た模式図である。音源が面袋の前方正面から右側30度の角度にあるとき、左右の耳に音波が到達する時間差として最も適当なものはまあどれかっていうお話ですね。 ただし、左右両耳間の距離は5センチメートルであり、音速は340メートル毎秒とする。なお、音源は頭部とほぼ同じ高さにあり、面袋から十分に遠いため、音波は両耳に同じ角度で届くものとして考えましょうというお話ですねで。その時にね、こちらの図1を手がかりにして問題を解くわけなんですが、こちらに音源があって、音が右側30度の方向からこのね、面袋に向かって届いてくるわけですね。で、 右耳に届く音と、左耳に届く音がありますよっていうお話なんですが、当然ね、右側から音が入ってくるので、先に右耳から音が入って、遅れて左耳から入るっていうことになります。で、その時、右耳に音が入ってきた時、左耳に入る音はどの位置にいるのかっていうのを確認しながら問題を考えることになります。えー、そうするとね、こういうふうに考えればいいと思います。音っていうのは今同じ速さでこうやってね、来てると考えますので、 こういうふうにね、右耳に音がね、入ってきたとき、左耳に入る音はね、ここら辺まで来てますよ。なので、この距離が分かれば、その差の分が、右耳と左耳に入る音の時間差ということになります。だから、結果的には、ここの距離を出してあげて、それを音の速さで割ってあげれば、どれだけの時間差があるのか求められることができます。では、どう考えていくのか説明していきたいと思います。 まずね、ここが右耳の位置で、ここが左耳の位置だと思ってください。で、今ね、右側30度の方向から音が入ってきてますよっていうお話なんだけど、まずね、ここ30度と書かれていますので、その体調角も30度ということになります。で、その時ね、この点線とね、ここの線を結んだ直角三角形は、 はい、ここが90度となりますので、つまり、ここが60度ということになります。この後どう考えるかと言ったら、右耳に音が入ってきました。その時点で、左耳に入る音がどこら辺にいるのかっていうのを考えればいいわけですね。なので、今ね、音がこうやって平行に入ってきてると考えれば、ということでね、右耳に音がね、ここまで入ってきました。左耳に入る音はここら辺にいますよ、ということで、 はい、ここが90度の、ね、関係になります。そうすると、はい、ここは残り30度ということになりますので、30度、60度、90度の直角三角形ということになります。で、この直角三角形といえば、辺の長さというのは2対1になりますので、つまり、はい、ここの辺の長さが2.5センチメートルということになります。 なので、この 2.5cm の分だけ、左耳に入る音は遅れてくるよっていうことです。で、今回音の速さ与えられてますので、それがまず3 4 0 m 秒となり、で、今回は時間が単位ミリ秒となりますので、これをミリ秒を含む単位に直してあげます。ちなみに、m 秒というのはそのままミリメートル毎ミリ秒に直せますので、 ということで、音の速さは3 4 0 m m 毎ミリ秒と直せます。で、また、今ね、速さをミリメートル毎ミリ秒に直しましたので、距離もミリメートルに直してあげます。そうすると、ここの長さは 25mm となります。ということで、最後は時間を求めてあげるので、距離を速さで割ってあげることになります。で、こちらを計算すると、0.0735点点点と出てくるから、 小数第4位を四捨五入して0 0 7 4ミリ秒と求まります。なので、選択肢の方は4番が正解となります。では次に問い3番に行きましょう。下線部 B について図には面袋の脳にあるわずかな時間差を検出するための神経回路を模式的に示したものである。図中の A から G は等間隔0 1ト、mm、ルに存在するニューロンで、個々のニューロンは左右の耳からの信号が 同時に到達した時のみ興奮する。左右それぞれの耳からの信号は、頭中に示す軸索を一定の速さ、4mm 毎ミリ秒で伝導し、ニューロン A から G のいずれかにほぼ同時に到達する。ということでね、今回のニューロンというのは、左右両方向からの信号が同時に到達した時にだけ興奮しますよっていう、まあ限定的なルールがあるわけですね。 で、まあ具体例が示されているんだけど、ニューロン A とニューロン G、それぞれの近くの軸索上にある点 X と点 Y に、左右両耳からの信号が同時に到達したとき、その0.075ミリ秒後には、信号は点 X と点 Y からそれぞれ0.3ミ、mm、リメートル離れたニューロン D に同時に到達し、ニューロン D だけ興奮すると書いてあるんですけど、これちょっとね、確認すると、まあこちらにね、図が与えられているので、今、 点 x と点 y に同時に興奮がやってきました。そうするとね、その点 x 点 y から、これね、両方向から興奮が同じ速さでこうやって入ってくるわけですよね。そうすると、その真ん中のニューロン D で同時に興奮が伝わるので、だからニューロン D が興奮するんですよと。で、それ以外に関しては、例えば 10x から入ってきた興奮というのは、 点 C に伝わる頃には、点 Y から入ってきた興奮が、ニューロン E に伝わっているわけですよね。で、その時は、それぞれ単発の信号だけが送られているので、ね、C とか E っていうのは興奮しないんですよと。まあ、あくまでも、このね、点 X、点 Y からやってきた興奮が、同時に一つのニューロンに伝わった時だけ興奮しますよっていうお話なんです。じゃあ、そこでね、問題があるわけですね。 この神経回路に関する次の文章中のあ、い、e、に入るニューロンの組み合わせとして最も適当なものを一つ選びましょうというお話ですね。で、まずね、左の耳からの信号が点 X に到達した0.05ミリ秒後に右耳からの信号が点 Y に到達したとすると、その時点で左右からの信号はニューロン A に到達している。じゃあ先ほどの図を使って考えてみましょう。で、お話としてはね、 点 x に興奮が到達した0.05ミリ秒後に点 y に興奮が伝わってますよと。ということは、今ね、点 y に興奮が伝わる頃には0.05ミリ秒の間で点 x から興奮はさらに進んでいることになります。で、今回0.075ミリ秒で 0 3ト、mm、ル離れたニューロン D まで興奮が到達すると書いてありますので、ここから0 1ト、mm、ルを伝わるのに何ミリ秒かかるのかっていうのがわかります。まあ、つまりはね、これまあ比例で考えればいいわけですが、はい、そうすると、はい、0 1ミリ秒伝わるのに0 2 5ミリ秒かかるよっていうのが、まあ、ここからわかりますよね。じゃあ今回ね、0 5ミリ秒の間で、 興奮が何ミリ秒進むかって言ったら0.2ミ、mm、リメートル進むことになります。ということで今回このねニューロン同士の間隔が0.1ミ、mm、リメートルですのでということで0.05ミリ秒の間に0.2ミリ秒進むからつまりね1 x からニューロン c まで興奮が進んでいることになります。ということで 左耳からの信号はニューロン C に到達しているっていうお話ですね。で、その後、左右の耳からの信号は軸索をさらに伝導し、結果としてニューロン E が興奮しますよっていうお話なんですが、えー、この後ね、軸索を同じ速さで伝導するわけですから、だから、ニューロン C とニューロン G の中間のニューロンが興奮することになります。そうすると、 C と G の中間のニューロンというのは、えー、E ということになります。よって最後の空欄には E が入りますので、答えは4番ということになります。で、今回の、ね、問題はこれで以上となるんですが、今回の左右の耳から入ってきた、ね、音がどういうふうに、ね、伝わりますか、ニューロンがどういうふうに興奮しますかっていうのは、以前にいくつかの大学で出題されたことがあるんですけど、それを見たことがなければ、まあ、今回の問題、 初見だったんじゃないかなと思います。まあ、特にね、現役生とかは初見だったんじゃないですかね。で、その時に、まあ、問題のね、本部の中にちゃんとヒントが隠れていますので、そのヒントをうまく使えたかどうかが、まあ一つのポイントになったんじゃないでしょうか。また、今回のお話で三角比を使うところがありましたよね。まあそんなに難しい知識ではないと思うんですよ。ただし、数学の知識がゼロだと、全くね、解けなくなってしまいますので、 そういう意味では、生物を解く上で、数学的な知識もかなり重要になってきますので、最低限の知識は持っておいてください。はい。ということで、今回の授業は以上となりますが、今日解いたレベルの問題はどのくらいのレベルですかっていうとね、標準的か、それよりもやや優しいぐらいのレベルですので、試験本番では、まあ、関東したい問題となります。で、大体初見の図が与えられている時っていうのは、 まあそれはですね、もう大抵の場合は皆さんをね、ビビらせるようなね、お話が多いと思うんですよ。だけど、蓋を開いてみると、ね、一つ一つ紐を解いてみると、言うほどね、難しい問題じゃないことが多いので、その時は臆せずに問題を解いていただければと思います。はい。ということで、今回は以上となります。お疲れ様でした。 はい、どうも、生物担当の田中隆之介です。今回は共通テスト対策の第5回目の授業となります。今回扱う問題は、2021年の第1日程で実施された問題となります。で、今回は遺伝子に関わる様々な問題が出てくるわけですが、まずはね、その遺伝子の発現調節だったり、えー、後半では遺伝子頻度のお話が出てきたりします。特に遺伝子というのは様々な分野にまたがるテーマとなりますので、 他の単元とのつながりを意識して勉強していただけたらと思います。また様々な問題に遺伝計算っていうのが絡んでくるんですね。特に共通テストではハーディワインベルグの計算が2021年の入試ではよく出ていました。ですので遺伝計算に関してはしっかりとね、えー、復習をしてください。では早速文章を読んでいきたいと思います。特にね、この本文はかなりね、身近なお話かと思いますので なかなかね、興味深いテーマかなと思います。では見ていきましょう。牛乳をはじめ、多くの哺乳類の乳には、ラクトース、カッ乳糖が含まれている。乳糖は消化コースの一つであるラクターゼによって消化されるが、ラクターゼの働きは個体の成長とともに弱まるので、成長した個体が大量に乳を飲むと、乳糖を消化しきれずに下痢をする。 なんていうね、えー、感じのお話で、まあ、よくね、その牛乳を飲んでお腹ね、下してしまう人っていうのがいるんですけど、えー、そのね、理屈というのが、ここからのね、えー、お話になります。人でもこの性質は一般的だが、成長後もラクターゼの働きが持続し、乳頭を消化できる形質、以下 L ありを持つ者も,もいる。L ありは、常船食体上のラクターゼ遺伝子で決まる形質で、ラクターゼの働きが持続しない形質、以下 L なしに対して、 健性確保優勢であると。で、l r お及び L なしの遺伝子は、ラクターゼの遺伝子発現を制御している転写調節領域の延期配列に違いがある対立遺伝子である。この2つの形質の頻度は世界の各地域によって差があり、この地域差の出現には自然選択が関与したと考えられているというお話です。では早速、問いの1番から見ていきましょう。 下線部 A に関連してこのような現象が起こる仕組みを説明した次の文章の AE に入る語句の組み合わせとして最も適当なものを下の中から一つ選べ。重毛では乳糖は吸収されないが、乳糖がラクターゼによって分解されて生じるグルコースは吸収される。重毛表面の細胞はグルコースを A 輸送するタンパク質を発現しており、グルコースを小腸管内の濃度に関わらず取り込むとありますので、A はね、 選択肢を見れば、濃度輸送か、受動輸送かっていう話なんですけど、濃度に関わらず輸送できる場合は、それは濃度輸送となります。はい。ということで、空欄ア濃度となります。他方、未分解の乳糖が大量に大腸に入ると、大腸管内の浸透圧が高くなり、便の水分が吸収されにくくなると。本来、腸というのは、食べたものに含まれている水分を吸収する場所になるんですけど、 今、消化管内を流れている食べ物の浸透圧が上がってしまうと、水は吸収できにくくなるっていうのはわかりますかね水っていうのは基本的に浸透圧が高い方に移動しますので、消化管内に比べてその周囲の組織の方が浸透圧低い場合、そっちの方に水っていうのは吸収しにくいわけですね。というのが今のところのお話になります。まあ、直接は問われてないですけど、今のね、話も理解しておくといいかなと思います。 さらに、大腸菌内の細菌による発酵で乳糖が代謝されて生じる胃などの影響で腹部が膨慢することがある。ちなみに、発酵というのは、胃下に含まれますので、有機物の分解ということになります。つまり、胃下によって生じるものは何ですかっていうのが空欄胃に入るものですね。で、選択肢を見てみると、それは酸素か二酸化炭素かっていう話ですが、酸素が発生するっていうのは基本的には同化、光合成の話になりますよね。 ですので、ここは二酸化炭素と考えるのが一番いいかなと思います。はい。ということで、空欄 A が濃度で、空欄ラ E が二酸化炭素ですので、選択肢は一番を選ぶことになります。では、次に行きましょう。下線部 B について、L なしの成人の頻度が0.16の集団でのヘテロ接合の頻度として最も適当なものを一つ選びましょう。ただし、ラクターゼ遺伝子には2つの対立遺伝子しか存在せず、 この集団では、ハーディー・ワインベルグの法則が成立しているものとしますよっていうお話です。で、特にね、ハーディー・ワインベルグの法則が成立しているっていうのは、まず、その集団では、自由交配が行われてますよっていう前提になります。で、もうこの手の計算は、もう基本中の基本ですので、もう絶対解けるようになってください。まずは、L ありと L なしの対立遺伝子をそれぞれ、 文字で置きたいと思いますが、LR の方は Large L、L なしの方は Small L と置きたいと思います。そこで、ハーディワインベルグの計算をするときというのは、各遺伝子頻度を文字で表しましょう。で、今回は LR を P、L なしを Q として、今回対立遺伝子はこの2つしかないので、P プラス Q イコール1となります。ハーディワインベルグの法則が成り立つということは、自由交配が成り立っているということですので、自由交配の表を書くことになります。 で、ここね、もう一度確認をしますが、自由交配というのは、オスが作る配偶子とメスが作る配偶子の全通りの組み合わせを考えるというお話ですので、このような表が書けます。で、さらに、今回、ラージ L とスモール l ルの遺伝子頻度をそれぞれ P9 と置いてますので、ここが P 対 Q ということになります。そうすると、ラージ L、L が P2 乗。ラージルスモールエ L が P9、P9 となります。 そして、small L, small L が 9, 2乗となりますので、これで表が完成です。そして、今回ね、本文の中で、large L の方が優勢ですよ、牽制ですよとありましたので、L なしの人っていうのは、はい、このね、一番右下の small L, small L ということになります。そして、今ね、問い2番の中で、L なしの成人の頻度が0.16とありましたので、つまり、えー、これの割合が0.16ということです。したがって、 q 二乗イコール0.16ということになりますので、Q イコール0.4と求まって、P が0.6ということになります。そして、今回求めたいのは、ヘテロ接合の頻度になりますので、この表の中で、ヘテロ接合というのは、ラージエルスモーレル l のことになります。よって、ラージエルスモーレル l の頻度は、PQ 足す PQ、2PQ となりますので、 p9 に0.6と0.4を代入して 2×0.6×0.4 ということになります。で、これを計算すると0.48となりますので、正解は3番ということになります。では、今度問い3番に行きます。下線部 C について、深核生物における遺伝子発現に関する記述として最も適当なものを1つ選びましょうという問題になります。では、まず選択肢1番から検討していきたいと思います。 まずね、選択肢1番。乳頭の代謝に関する複数の遺伝子が、オペロンという共通して転写の制御を受ける単位を構成している。ちなみに、オペロンというのは、これは幻覚生物におけるお話になりますので、選択肢1番は×ということになります。では、選択肢2番です。DNA ポリメラーゼがプロモーターに結合することにより転写が開始される。 DNA ポリメラーゼっていうのは DNA を複製する際の酵素ですね。これは DNA の複製で新しいヌクレオチドさを作るときです。で、今回遺伝子発現というのは転写翻訳のことを指しますので、今回転写を行う酵素というのは RNA ポリメラーゼだからこいつは×になります。よって2番×。で、丸三番。1つの遺伝子からは1種類のポリペプチドのみが合成される。で、特に真核生物の場合は、 選択的スプライシングによって、一つの遺伝子から複数種類のタンパク質を合成できますので、したがって3番も×となります。そして、丸四番、タンパク質合成は核内で起きるという話ですが、ここでいうタンパク質合成というのは、翻訳およびその後の就職などを指します。タンパク質合成というのは、基本的にすべて細胞質で起こるお話ですので、四番も×になります。核内で起こるのは転写ですね。 なので残った5番が正解ということになりますが、細胞の種類が違うと発現する調節遺伝子の種類も異なるというお話なんですが、細胞の種類によって発現している遺伝子の組み合わせが異なりますよというのは、生物基礎でも生物でもお話ししているかと思います。このようなお話を選択的遺伝子発現というわけですが、それっていうのはその細胞の種類によって発現している調節遺伝子、 つまり、調節タンパク質の組み合わせが異なるために、細胞の種類ごとに発現する遺伝子の組み合わせが異なるんですね。ということで、このお話に関して、一つまとめておきますと、発現する調節の遺伝子の組み合わせが細胞ごとに異なってるんですよと。で、その結果、細胞ごとに発現する構造遺伝子の組み合わせに違いが生じます。で、その結果、細胞の種類ごとに特定の形質を持つようになって、 肝臓の細胞だったら肝臓の細胞としての働きを持つようになる。神経細胞だったら神経細胞としての働きを持つようになる。そういうお話になるわけですね。これが細胞の文化の仕組みになります。ではここで一つ知識の確認をしておきたいと思います。深核生物の転写調節というお話になります。深核生物というのは原核生物と比べてやや複雑な調節の仕組みを持っています。で、今回は 調節タンパク質のお話が出てきましたので、調節タンパク質を使った転写調節の仕組みを少し確認したいと思います。で、RNA ポリメラーゼがプロモーターに結合すると転写が開始されますよっていうのは、そこはね、原核生物と同じなんです。しかし、深核生物の場合、RNA ポリメラーゼがプロモーターに結合するには、あるタンパク質の複合体が必要なんですね。 今、そのね、タンパク質をここに書いたつもりなんですけど、このようなタンパク質を基本転写因子と言います。なので、深刻生物では、この基本転写因子というタンパク質の一群が RNA ポリメラーゼと結合することで、プロモーターに結合できますよと。ただし、これで、はい、転写開始っていうわけではなくて、さらに転写の合図がないと、転写は始まらないんです。 で、その時に出てくるのが調節タンパク質になるんですね。で、調節タンパク質というのは DNA 上の特定の領域に結合しないと働きを示さず、その領域の名前を転写調節領域と言います。それをじゃあ今から図の方に書いていきます。で、転写調節領域というのは、このプロモーターよりもややね、離れた部分にあります。まあ、図から見てね、わかると思うんですけど、 プロモーターから見て、転写領域の反対側に存在しますで。その時、今ね、転写調節領域2つ書いたんですけど、その意味は、それぞれに異なる働きを示す調節タンパク質が結合するということです。真核生物の場合、調節タンパク質は2種類ありまして、それは転写を促進する調節タンパク質と、転写を抑制する調節タンパク質になります。ということで、 調節タンパク質が転写調節領域に結合して、例えば転写を促進する調節タンパク質がここに働きかければ、今から転写が開始されるわけです。一方で転写を抑制するタンパク質がここに働きかければ、転写の開始は止められるわけです。この時に転写を抑制する調節タンパク質はオペロン説のところで聞いたことがありますよね。つまりこいつはリプレッサーのことになります。 それに対して転写を促進する調節タンパク質はアクチベーターと言います。まあこれは参考として知っておいてもらえたらと思います。ということで、進化生物の転写調節というのは、この基本転写因子及び調節タンパク質の働きによって調節されているっていうのは一つ覚えておいてください。まあ他にもクロマチン繊維の、ね、構造を変化させるとか、そういったお話も出てくるんですけど、それに関しては資料集などで確認しておいてください。 では、次のお話に行きましょう。問い4。下線部 D に関連して、人での L ありと L なしの進化を知るため、実験1から3を行った。実験1から3の結果から導かれる考察として、最も適当なものを一つ選びましょうと。で、まず実験1番ですね。世界の6つの地域について、そこで生活する多人数の人を対象に、ラクターゼ遺伝子の転写調節領域の塩基配列を調査すると、塩基が C または T である一塩基多系 SNP が見つかった。 この SNP の塩基に基づいたラクターゼ遺伝子の対立遺伝子の頻度をこれらの地域で比較したところ、表1の結果が得られましたと。で、このね、表を見ると、1塩基多系のところが C のところと T のところの、まあ、遺伝子頻度がそれぞれね、地域によって違いますよっていうのが示されているわけですね。例えば、アジアの中国、アジアの日本、またアフリカのコンゴ、アフリカのナイジェリアでは C の方が1.0、もうすべてですよと。 それに対してヨーロッパの方では SNP の部分が T の人もいくらかいて特にスウェーデンにおいては T の人の方が多いということになりますでは次に実験2番を見ていきましょう実験1の SNP を含む DNA 断片についてラクターゼ遺伝子の転写を促進する調節タンパク質 Y が結合できるかどうかを培養細胞を用いて確かめたところ調節タンパク質 Y は t を含む配列と強く結合したが、死を含む配列とは強く結合しなかった。この実験から、t を持つラクターゼ遺伝子の方が転写活性が高いことが分かりましたよと。つまり、t を持っている人の方が転写活性が高いということは、t を持つ人はラクターゼ遺伝子が多く発現しているということになります。なので、ここから、 snp の部分が t の人が l ありの人でその部分が c の人が l なしの人ということになります。なのでそれをね先ほどの表に反映させてあげると t の方が l ありの遺伝子で c の方が l なしの遺伝子ということになります。だから世界的に見ると l なしの方が遺伝子頻度がね高い地域が多いですよ。この表の中では唯一スウェーデンだけが LR の遺伝子頻度の方が高くなっているっていうことが読み取れるかと思います。では次、実験3番行きましょう。実験1の SNP の塩基について、チンパンジー、ゴリラ及びオラウータンのそれぞれの複数の個体のゲノムを調べたところ、すべての個体が C のホモ接合であり、人の祖先型は C であることが分かった。で、ここで、系統樹で確認をしておくと、まず霊長類において最初に出てきたのはゴリラなどですよね。 で、その後に人が出てきましたよっていうところで、今、ゴリラに関しては、その SNP の部分が C になってるわけですね。で、また、人において L なしと L ありが出てきてるわけですが、先ほども確認したように、SNP が C になっている場合、それは L なしですよね。ということは、ゴリラは L なしで、で、人の祖先型においても、その部分は C ですよってありましたので、だから、 祖先においてはその部分シトシンで、で、そこからシトシンのまま L なしの人と、シトシンからチミンに代わって L ありの人、みたいな感じに分かれてきたわけです。ということで、SNP の部分の延期に関しては、ゴリラ及び人の祖先においてシトシンであり、それに対して、人の中で新しくチミンを持つ人が出てきたっていうふうに考えることができます。 だから、転写活性の高いラクターゼ遺伝子を獲得したのは、割と最近のお話なんだっていうことですよね。では、ここから各選択肢を検討していきたいと思います。まず、丸一番。エルなしはアジアで生存上有利だったが、アフリカでは不利だった。で、このね、表を見てみますと、アジアでも、アフリカでも、エルなしの遺伝子頻度は1ですので、それに関してはね、言えないかなと思います。 ということで、選択肢1番は間違いだとわかります。では次、選択肢2番。L なし対立遺伝子はヨーロッパで最初に出現し、その後の人の移動に伴ってアフリカにも伝わったとありますが、えー、先ほど確認したように、L なしの対立遺伝子というのは、もうそのね、祖先から持っているわけですよね。で、L ありの対立遺伝子が最近になって獲得されたよというお話ですので、 だから、丸2番に関しても、これもね、もう全くの間違いだとわかります。で、今度選択肢3番ですが、ヨーロッパでは LR が生存上有利だったので、ほぼ全ての人が LR 対立遺伝子をまあ持っているとで。もしこれが正しかったとすると、ヨーロッパにおいては LR の対立遺伝子が1に近い値を示すことになります。で、表の方を確認してみますと、スウェーデンでは、 やや L ありの対立遺伝子の方が頻度高いですが、イタリアの方では L なしの対立遺伝子の方が頻度高いですので、今の選択肢についても全く言えないかと思います。はい。ということで、選択肢3番も間違いというふうになります。では次、選択肢4番。人では L なし対立遺伝子に突然変異が起きて、L あり対立遺伝子が生じた。で、これに関しては、これ先ほどのお話ですよね。 人の祖先型においては、使徒しですよ。しかし、そこから L なしのままの人と L ありの人に分かれたわけですよね。ということは、人の祖先からの進化で、突然変異が起こって L ありの人が出てきたというふうになりますので、選択肢4番が正解ということになります。でまた、選択肢5番ですね。どの地域でも L なしの方が L ありよりも頻度が高い。 これはスウェーデンに関しては LR の方が頻度高いので、配合版は×ということになります。はい。ということで、今回は遺伝子に関する問題を解いてきたわけですが、特にね、後半に関しては進化が関わる問題となっていて、で、定番的な問題かっていうと、まあ定番的だったのはハーディー・ワインベルグの計算ぐらいですよね。でも、ハーディーワインベルグの計算に関しては、もう必ずね、解けるようにしておいてください。 僕の中では、ハーディー・ワインベルグの計算ほど簡単な問題はないと思ってるんですね。もうなぜならば、もう解き方っていうのがもう決まってるわけですよ。まずはね、遺伝子頻度を文字で置いてあげて、そして自由交配の表を書いてあげれば、もうはい、終了っていう感じなんですよね。でもちろんね、応用に関しては、それだけでは済まないお話もあるんですけど、基本的には解く流れっていうのは同じですので、そのね、遺伝子頻度を文字で置いて自由交配の表を書く、 そこまでの流れっていうのはしっかりとマスターしておいてほしいんですね。でまた、それ以外の問題に関しても、やはりね、一つ一つ情報を紐解いてあげれば、言うほどね、難しくない問題だったんじゃないかなと思います。で特に、共通テストの問題で、そのね、考察系の問題に弱い方っていうのは、まずね、読解力なんですよ。で、読解っていうのは、生物だけを勉強していても身につきませんので、日頃からしっかりとね、文章を読むっていうことを心がけてください。 特に共通テストを受験される方は、まあ、国立型で、国語も受験する方が多いと思うんですね。特に現代文の勉強をおろそかにしている人をね、見ると、もう本当にもったいないなって思うんですね。なぜならば、現代文の勉強をすれば、現代文の点数が上がるだけじゃなくて、それって生物にも生きてくるんですよ。これはもう間違いなく言えることなんですね。今まで生物の受験生を見てきて、 現代文とか、あと英語とかもそうなんですけど、そっちのね、科目が伸びている人って、生物もね、後々ね、大きく伸びている人が多いんですね。で、おそらくね、ここには相関関係があると思うんですよ。ですので、ね、まず文章を読むっていうのは、生物で身につけるというよりは、生物だけじゃなくて、他の科目、いろんな科目を通して、日頃から大切にしてください。そして、情報を整理するっていうのは、おそらくね、これ現代文でも、英語でもやりますよね。 だから、それをね、生物に使うだけなんですよ。まあ、なので、まずは文章を丁寧に読む。そして、情報を丁寧に整理していく。それで、共通テストでの考察系の問題で得点してもらえたらと思います。で、えー、今回がですね、共通テスト対策の折り返し地点となりますが、あとね、5回ありますので、えー、その5回の中で、ね、一つ一つを丁寧に解いて、そして知識をしっかりと身につけて、そしてね、共通テストで高得点を取っていただけたらと思います。 では、今回の授業は以上となります。お疲れ様でした。はい、どうも、生物担当の田中隆之介です。今回は共通テスト対策の第6回目の授業となります。今回は2015年のセンター試験の問題を使って授業をしていきたいと思います。で今回は生殖発生に関する問題を扱うんですが、 特にね、この単元について苦手な方って結構多いと思うんですね。で、そもそもね、まず知識が入ってないと問題って解けませんので、まずはね、しっかりと知識を身につけてください。で、今回は特に考察の方に焦点を当てて解説していきたいと思います。では早速問題の方を見ていきましょう。動物と植物の配偶子形成と受精の仕組みには共通性がある。特に、 受精に先立って有性配偶子が姿勢配偶子にたどり着くのは動物と植物で共通している。皮脂植物では有性配偶子性細胞を運ぶ花粉管が肺脳の方向に誘引される。多細胞動物でも精子が卵の方向に誘引される。植物と動物の両方で有性配偶子を姿勢配偶子に導く仕組みを調べるため次の実験1、実験に行いましたと。まあ、特にね、受精の仕組みに関してはここでは確認しませんので、 その部分が弱い方は各自ベーシックの方で確認しておいてください。ではまず実験1番から見ていきます。皮脂植物のトレニアの排種は次の図1のように示すように、肺能の一部が脱出していて、卵細胞、除細胞及び中央細胞の一部を顕微鏡で容易に観察できる。特にトレニアというのは今回の実験問題もそうなんですけど、 花粉管が誘引される仕組みを調べるのに用いられた植物ですので、これはね、知識としてトレニアっていう植物を覚えておいてほしいなと思います。ではその後行きましょう。花粉管の誘引に関わるのはどの細胞かを調べるため、未受精あるいは受精後の肺脳を含む肺腫を切り出して、卵細胞、除細胞または中央細胞のいずれかをレーザー光線で死滅させて観察したところ、次の表位置の結果が得られた。 ちなみに結論から言ってしまうと、皮脂植物において花粉管を誘引しているのは除細胞になります。もうこれはね、結論として覚えておいてほしいところですね。で、特にね、除細胞から分泌されるルアーと呼ばれる花粉管誘引物質が関係しています。今回は知識としてそれを知っていなくても問題は解けるようになっています。で、こちらの図はトレニアで肺脳の一部が脱出してますよっていうのをね、示した図になります。 で、実験結果がこちらの通りですね。で、肺脳に関しては未受精のものと受精後のものをまあ用意しているわけなんですけど、受精後の方に関して、ね、確認すると、まあ基本的には花粉管の誘引は起こらないわけですね。だから、花粉管の誘引というのは未受精の排脳において起こることなんですと。なので、花粉管というのは未受精の排脳にしか導かれないことになります。で、未受精の排脳のうち、 死滅させる細胞を変えることで、花粉管の誘因が起こるかどうかというのを、まあ見るわけなんですけど、特に、除細胞を2個死滅させた場合だけ、花粉管の誘因が起こりませんでした。ということは、除細胞が花粉管の誘因を行っているとわかります。では次、実験2番に関して見ていきます。無脊椎動物の幽霊母や囲碁、ホヤと呼ぶの未受精卵の卵細胞は、次の図2に示すように、 テスト細胞と呼ばれる細胞と、露胞細胞とに囲まれている。海水中に放出された精子を顕微鏡で観察したところ、個々の精子は一定の場所で円運動をしていた。ここに未受精卵を加えると、精子は未受精卵の方向へ遊泳し、その後受精が起こった。 生死の誘引に関わるのはどの細胞かを調べるため、未受精卵から取り出したテスト細胞、露胞細胞、及び卵細胞、または受精卵から取り出した卵細胞と様々に組み合わせて、円運動をしている生死と共に海水に入れて観察したところ、次の表にの結果が得られましたと。まあ、ということでね、今こちらの方に卵細胞が示されているわけなんだけど、その周りにはね、テスト細胞というものがあって、そしてさらにその周囲に露胞細胞がある状態ですね。 そこで細胞の組み合わせによって生死の誘因について調べたわけなんですけど、まあ、この実験ね、まあ、見ればすぐわかるんじゃないですかね。上の実験2つでは生死の誘因がありました。しかし、下の2つの実験では生死の誘因はありませんでしたよと。で、上と下の、ね、違いを確認すると何が違うかわかりますかそれは二受精卵の卵細胞が含まれているかどうかなんですね。 つまり、ここから未受精卵の卵細胞がある時だけ精子の誘引は起こり、未受精卵の卵細胞がないと精子の誘引も起こりませんよということになります。でまた、一番下の実験では受精した卵細胞を用いているわけなんですが、受精後の卵細胞に関しては花粉管を誘引する能力はないわけですね。では、問いの一番から考えていきましょう。 下線部案に関連する記述として最も適当なものを次の丸一から丸六の中から一つ選びましょうと。で、まず丸一番。皮脂植物の除細胞と反細胞に含まれる DNA は重複受精を通して次の世代に受け継がれると。で、特にね、このまあ重複受精ですが、肺脳の中で受精するのは卵細胞と中央細胞だけです。それ以外の反則細胞とか除細胞とかは受精しませんので、 それはもちろんね、子孫には受け継がれません。よって選択肢1番は×ということになります。で、丸二番。動物の生死では、弁毛の基部をゴル自体が取り囲んでいる。これはね、生死の図を確認してもらえればわかりますが、ゴル自体ではなくて、これはミトコンドリアですね。生死というのは、卵に向かって泳ぐために、それだけエネルギーを必要としているんですね。だから、弁毛の基部の部分にミトコンドリアが並んでいます。 よって、選択肢2番もツということになります。では、選択肢丸3番。皮脂植物の姿勢配偶子である卵細胞は、動物の卵と同様卵を持つ。卵黄って何だったか思い出してみてください。卵黄っていうのは、動物の発生において、肺が発生するのに必要な、これ栄養分ですよね。で、植物においては、種子が発芽する際、肺乳、あるいは腫瘍などに栄養分を蓄えるわけです。 つまりは、卵細胞そのものに栄養分を蓄えているわけではないので、卵黄を持つというのは×になります。では選択肢の4番。皮脂植物の花粉の有限細胞は花粉間隔が分裂して形成される。そもそも花粉間隔が形成された後、このね花粉間隔っていうのはもう分裂しませんので、だから選択肢4番は×ということになります。有限細胞というのは花粉子分子が生じた後に、 花粉種分子が持つ核が分かれるわけですね。で、その一方の核は有限細胞の核で、もう一方が花粉管細胞の核となります。つまり、花粉管核と有限細胞が持っている核っていうのは別物になりますので、こちらは×なわけですね。では選択肢の5番。動物の精子は制限細胞が体細胞分裂を行って形成される。で、動物の配偶子形成ですが、精子や卵が形成される前には、原数分裂が行われています。 だから、制限細胞が体細胞分裂を終えました。そしたらすぐ精子ができますよっていうのは違いますので、5番もツとなります。特に、これはね、動物、植物に関わらず、配偶子形成と DNA 量の変化みたいなお話はよく試験で出てきます。ですので、この部分に関しては、特にこの手の問題が弱い人は必ずね、確認をしておいてください。はい。ということで、残った選択肢6番が正解となるわけですが、 皮脂植物の花粉母細胞は減数分裂を経て花粉子分子になる。まあこれはね、正しいですね。今ね、話を聞いていて、頭の中に配偶子形成の話がね、思い浮かばない方は、教科書とか、あるいはね、ベーシックの授業で確認をしておいてください。では次、問いの2番に行きましょう。実験1、実験2から得られた結果に関して、花粉管あるいは精子の誘引に必要な細胞と、 受精後での誘引活性の変化に関する考察の組み合わせとして最も適当なものをトレニアと小屋についてそれぞれ答えましょうというお話ですね。ではまずトレニアに関するお話ですが、誘引に必要な細胞は除細胞でした。で、また、受精後の排脳に関しては花粉管の誘引は見られませんでしたので、だから受精後には失われるということになります。よって選択肢は3番が正解です。では次ですね。 で、ホヤの方に関しても、誘引に必要な細胞っていうのは明らかでしたよね。それは卵細胞でしたと。そして、受精後の卵細胞を用意した場合は、生死の誘引は見られませんでしたので、やはりこちらも受精後に失われるということになります。よって選択肢1番が正解です。やはりね、今回の考察問題も見かけ倒しっていう感じでしたよね。共通テストは見かけ倒しの問題が結構含まれてるんですよ。だから、それをね、しっかりと見極めて、 それをしっかりと見極めて得点に結びつける必要がありますので、この部分に関してはね、もうたくさん問題解くしかないと思うんですね。で、どういうふうにね、その対策をするかって言ったら、まずはね、問題解けるか解けないかね、わからないじゃないですか。だから、まずは解いてみようとする姿勢が大事です。で、解いてみたときに全く手が動かない。そのときは、一旦ね、保留にして別の問題に行くのがおすすめです。では、後半の問題に行きましょう。 動物の発生では特定の発生段階に特有の構造ができていく。症状媒の幼虫の体は頭部、胸部及び腹部からなり、野生型の幻腸排気の肺の頭部と胸部の境界線の位置は、タンパク質 X の量によって決まっている。タンパク質 X は母親の卵巣で行われる卵形成時に卵の前端に蓄えられる RNA から翻訳される。 また翻訳されるタンパク質 X の量は蓄えられる RNA の量に比例していると。で、この蓄えられる RNA の量を野生型の半分、または2倍に変化させると、頭部と胸部の境界の位置が変わり、頭部の比率が異常な減長肺になってしまう。これらの肺もその後孵化して子孫を残すことができる。しかし、タンパク質 X の RNA を持たない卵から発生した肺は、減長肺器に頭部が欠失するため、 その後、しばらくは発生が進むもの、孵化することなく死んでしまいますと。で、症状灰のね、発生に関する問題は、プレミアムの生物パート1でね、扱っていますので、ぜひね、この問題取り組んだ後に、その問題をまだね、やっていない方は、ぜひ取り組んでください。ではまずね、問いの3番。下線部位に関連してイモリの発生を観察した時、出現する順に並んでいるものとして、適当なものをね、一つ選びましょうというお話ですが、まぁ、あ、いろいろね、出てきているわけなんですけど、特に、 灰色三日月間というのは受精卵において見られるものです。でまた、卵滑孔というのもね、見当たるかと思うんですけど、卵滑孔というのはその後の初期発生において、例えば、双日灰の内部に見られる空洞になります。ということは、灰色三日月間の方が先に生じて、その後ぐらいに卵滑孔が生じるっていう感じですので、だから、 1>, 1番から4番はまずね、切れるかと思います。で、その後は神経管が先にできるか、あるいはね、脊索が生じるかっていう話なんですけど、基本的にはね、これ神経誘導を思い出してもらえれば解けます。最初に脊索ができて、その脊索からの誘導によって神経管ができますので、こちらは脊索が先に生じることになります。よって5番、6番抜ということになります。そして最後ね、 角膜と水晶体。これ先にどちらが生じるかっていうお話なんですが、ここは誘導の連鎖をしっかりと勉強していれば問題が解けるかと思います。こちらに関しては水晶体が先にできて、水晶体の誘導によって角膜が生じますので、よって選択肢8番が正解ということになります。では次、問いの4番ですね。 下線部ウに関して、それぞれの幻聴肺に形成される頭部と胸部の境界の正常肺に対する相対的な位置の変化の組み合わせとして、最も適当なものを一つ選びましょうという問題ですね。で、これに関してはね、結構ありがちな問題ですので、今から黒板の方で説明していきたいと思います。特に入試では鶏の翼の発生とか出てくるんですけど、実はその問題って、これと全く同じ話なんですね。で、どういうふうに考えるのかっていうのを今から聞いてください。 では、このお話において、重要なことをね、えー、言っておきますと、特にね、発生過程では、タンパク質の濃度勾配というのが生じて、それが発生とどう関わってくるのかっていうのが実験でよく出てきます。でも、これはね、結論としては、物質の濃度勾配っていうのは、原則として体の位置情報になるんですね。だから、ね、この濃度のところには、このね、体の構造ができますよっていうのが決まってるんですね。 でその一例が今回のタンパク質 X のお話なわけです、まあ。おそらくね、お話から推測するに、今回はリコイドタンパク質がタンパク質 X の正体だと思われます。また、カエルだったら、ノーダルタンパク質の濃度勾配がこの手のお話として出てきますので、その部分に関しても、濃度勾配を位置情報として捉えて、それでね、考えてもらえたらと思います。 今、こちらにグラフを書いたんですけど、これ何を表しているかっていうと、これはグラフの左側が体の前側で、で、右側が体の後ろ側を意味しています。で、その時、タンパク質 X というのは体の前端部で発現して、それでそのね、タンパク質が後方に向かって拡散していくわけです。で、その結果、そのね、タンパク質 X の濃度勾配ができますよっていう話で、 タンパク質 X は前側ほど濃度が高く、後ろ側ほど濃度が低くなるわけです。で、タンパク質 X によって、頭部と胸部の境界線が決まるよっていうお話なんですが、じゃあ今回ね、仮に、頭部と胸部の境界線となるタンパク質 X の濃度を、じゃあこれぐらいだとしたいと思います。ということは、タンパク質 X の量がこれぐらいになると、そこが境界線になりますよっていうお話です。で、今回考えるのは、 タンパク質 X の発現量が半分になった場合、あるいは2倍になった場合ですね。じゃあそれをグラフとして書いてみたいと思います。じゃあまずね、半分になった場合のグラフを書いてみましたが、半分になった場合はこういうね、濃度勾配になるかと思います。で、ここで確認しておきたいのは、タンパク質の量がこの濃度だと、そこが境界線となるんですよね。で、 タンパク質 X の量が、はい、この濃度になるところはってね、これ左に向かって探していくと、はい、ここになりますと。ということは、正常肺と比べると、その境界線は前の方に動くことになります。では今度、タンパク質 X が2倍になった時の濃度勾配のグラフを書いてみましたが、まあこういうね、グラフになるかと思います。じゃあその時に、タンパク質 X がこの量になると、 その部分が頭部と胸部の境界線になるんですよね。じゃあ今2倍になったグラフでその部分を探してみると、はい、ここですね。ということで、はい、この部分が境界線になりますよと。ということはね、正常範囲に比べると、その、ね、境界は後ろの方に動くことになります。なので、濃度勾配と位置情報の関係のお話は、このようにね、グラフを書いてみると分かりやすかったりするので、 これはね、一つ問題を解く技術として覚えておいてもらえたらと思います。ということで、半分にしたときは前方に動き、また2倍にしたときは後方に動きますので、こちら3番が正解ということになります。では次、問いの5番に行きましょう。下線部に関連して、タンパク質 X をー度する正常な対立遺伝子と、その RNA が転写されない異常な対立遺伝子とのヘテロ接合体では、 正常な対立遺伝子のホモ接合体、野生型に比べて転写されるタンパク質 X の量は半分になりますと。でそのため、生み出されるどの卵でも蓄えられる RNA は半量になってしまう。ヘテロ接合体のオスとヘテロ接合体のメスと交配して得られたすべてのメスと、異常な対立遺伝子のホモ接合体のオスと交配したとき、 次の世代の幻長肺の形態の分離比として最も適当なものを一つ選びましょうという問題ですね。で、このお話でプレミアムのパート1をやっている方は、あ、この問題見たことあるぞってなると思うんですね。じゃあどういうふうにしてね、考えるかと言ったら、要はね、卵の頭部の形成が正常か異常かっていうのはもう母親によって決まるわけですよね。だから、母親の遺伝子型だけ気をつけておけばいいんです。でまず、 ヘテロ接合×ヘテロ接合で生まれてくるメスを交雑させますよっていうお話なんだけど、ヘテロ×ヘテロで交雑させた場合は、ラージエラージエとラージエスモールエとスモールエスモールエが1対2対1で出てきますよね。で、今回は正常な遺伝子をラージエ異常な遺伝子をスモールエと置いています。でまた、今回ね、母親はヘテロ接合だから、生じる卵細胞の RNA 量は半量なんだけど、 下線部、うの後に、半量になっても、普通に孵化しますよとありましたので、これらはね、みんな生殖能力を持つものとして考えます。で、このそれぞれに、スモール A、スモール A の父親を掛け合わせるわけですよね。そうすると、この通り、3通りの組み合わせが考えられます。で、今回ね、気をつけておかなきゃいけないのは、減長肺の形態の分離表を見るということですね。で、 先ほど、下線部うのところで、頭部と境界の境界の位置が変わっているものを、ね、異常な肺だと言っていたわけです。で、それはね、減長肺で見てますよっていうお話でした。で、今回は、RNA の量が半分、またはね、2倍になった場合、それを異常肺とみなすことになりますので、つまり、ヘテロ接合から生まれてくる RNA が半量の肺に関しては、それは異常肺とみなすことになります。 そうすると、今回のね、組み合わせにおいて、幻聴肺が正常肺か異常肺かっていう見るときに、まあ、母親の方を見るわけなんだけど、母親がヘテロ接合であったり、あるいは異常な遺伝子のホモ接合である場合は、この時はね、幻聴肺が異常肺になってしまうわけです。なので、母親が、ラージエラージエの時だけ正常肺となって、それ以外のラージエスモーレ a やスモーレ l スモー a l の母親からは、 異常肺が生じるということになります。で、そのね、比率なんですけど、母親の方が、ね、ラージェ、ラージェ1、その他は2たす1で3ですので、えつまり、現長肺における正常肺と異常肺の比率は1対3ということになります。ということで、最後の問いに関しては8番が正解となります。はい。ということで、今回は生殖発生に関する考察問題を扱ったわけですが、特に、 タンパク質の濃度勾配と位置情報の関係というのはよくね、入試で出てくるんですねで。その時にどう考えるかっていうのは、まずね、こういうグラフのアプローチを覚えておいてください。解き方を知っているだけで解ける問題は絶対解けるようになってほしいです。また、初見の問題だったとしても、情報が多く与えられている場合、それっていうのはね、比較的解釈しやすい問題になります。ですので、ここまでね、しつこく何度も言ってきていますけど、 とにかく大事なのは問題に対して臆さないことなんですね。やっぱり、わ、これ難しそうだなっていうね、先入観によって問題が解けなくなってしまうっていうかね、問題を捨ててしまうことがね、多いので、まずはね、問題に対して丁寧に取り組むっていう、そういう姿勢を大切にしてもらえたらと思います。では、今回の授業は以上となります。お疲れ様でした。 はい、どうも、生物担当の田中龍之介です。今回は共通テスト対策の第7回目の授業となります。扱う問題は、センター試験2016年の本試験の問題となります。今回の問題では、生態系をテーマとする問題に取り組んでみたいと思います。では早速、本文から見ていきます。個体群の特徴を知るための重要な尺度として、個体群の大きさや個体群密度がある。 池のように生息範囲が限られる場合、個体群の成長に伴って個体群密度は上昇する。その過程は種内競争や主観相互作用の影響を受けることがある。ということで、まずはね、個体群に関する問題になります。で、この後のね、説問を見ていただければわかると思うんですけど、まずは個体数を推定するお話から出てきます。で、まず基礎知識の確認ですが、個体数の推定をする際は、移動性が小さい生物、 またはね、移動性が大きい生物で調べる方法が異なります。特に植物とか、あとはフジツボとか、えー、そういったね、移動性が小さい生物は区画法という方法によってその個体数を推定し、逆に多くの動物のように移動性が大きいものに関しては標識採方法を用いることになります。で、その時ね、標識採方法の計算の確認ですが、これは比例式を立てて解くことになります。 で、まずはね、全個体数を、まあ、X かなんかで置いて、で、それに対して、標識した数、で、イコール、再捕獲数対、再捕獲したうちの、標識した数で、式を立てることができます。では、今回の問題を使って、そのね、確認をしたいと思います。では、見ていきましょう。河川部 A に関連して、面積が5000平方メートルの池に生息する草亀の個体群密度を推定するため、 罠を仕掛けて草ガメを捕獲し、甲羅に標識をつけて池に戻した。標識をつけた個体が池全体に分散した後、再び草ガメを捕獲し、得られた全個体数と標識のついた個体数とを記録した。はじめに、標識をつけた個体数が100。再捕獲した個体数が120。その中で標識がついた個体数が4であったとき、 この池に生息する草亀の個体群密度として最も適当なものを一つ選びましょうというお話ですね。で、今回、個体数全体を X とすると、はい、X 対100イコール120対4とすることができます。で、これをね、計算すると、X イコール3000と求めることができます。 つまり、このね、池全体の中に3000個体の草亀がいますよっていうことですね。ただ、ここで終わりじゃないですね。今知りたいのは選択肢を見てわかるように、1平方メートルあたりの個体数が知りたいわけです。なので、3000個体を5000平方メートルで割ってあげて、1平方メートルあたりの個体数が出てきます。で、こちらを計算すると、 丸2番の0.6個体毎平方メートルとなります。下線部 B に関して、水槽に1リットルの培値を入れて、2種のゾウリムシ、ゾウリムシ X とゾウリムシ Y を培養した。それぞれの種を単独で培養した場合と、2種を混合して培養した場合とについて、個体数の変化を調べたところ、次の図1、2の結果が得られた。この結果から導かれる考察として、最も適当なものを1つ選びましょうという問題です。 で、共通テストでは、グラフからね、考える問題は出てくる可能性が高いので、こういう問題は大事にしたいですね。で、その時にね、図1番がこれね、単独で培養した場合、その時はそれぞれ、一般的な S 字曲線を示す、ね、そういう成長曲線となっています。それに対して、X と Y をね、混合培養した場合は、一方はね、普通の成長曲線を示しているけど、 だけど、ゾウリムシ Y の方に関しては、最終的にいなくなっちゃってますよね。で、このように、ね、一つの地域の中で複数の種の生物が生活していて、一方が、そのね、地域から排除されてしまうことを、競争的排除と言います。つまり、ゾウリムシ X と Y の間では、共通の資源をめ,めぐって、 競争が起こり、その結果、ゾウリムシ X はその競争に勝った。ゾウリムシ Y は競争に負け。その結果、競争的排除が起こったと言えるんです。なので、このグラフの考察としては、2番が正解となります。で、このね、図2番のグラフを見たときに、これはゾウリムシ Y がゾウリムシ X に食べられたんじゃないですかっていうね、質問を受けることがあるんですけど、これはね、非食、捕食の関係を表したグラフには絶対ならないので、気をつけておいてください。 もしゾウリムシ Y が非食者で、ゾウリムシ X が捕食者だったとします。その場合は、非食者が減ると、その後に遅れて捕食者も減るはずなんです。それはそうですよね。捕食者は、非食者を食べているわけです。で、非食者が減るということは、捕食者にとって餌が減るということなんですね。だから、非食者が減った時に、捕食者も減っていれば、それはね、非食捕食の変動を示しているって言えるかもしれませんが、 今回、ゾウリムシ Y が減っても、ゾウリムシ X にそれは関係していません。ということは、これはね、非食・捕食の関係じゃないんです。そこはね、少し気をつけておいてください。では次に B の問題に行きたいと思います。捕食者と非食者の関係は自然界で広く見られる主観関係の一つである。多くの捕食者は他方で非食者でもあるため、2種の生物間で生じる相互作用の程度は、アを通じたイにより、その 2種以外の生物の影響を受けることがある。さらに一般に捕食者は複数種の被食者を食べるため、あは互いに複雑に絡み合って、うを形成するっていうお話ですね。で、選択肢を見ると、あは密度効果なのか食物連鎖なのかってね、ありますが、これはね、さすがに食物連鎖ってわかるかと思います。まあ、今回ね、非食捕食の話が出てきていますので、 ま、ここは普通に食物連鎖と考えることができるかと思います。で、その後に食物連鎖を通じた意によりとありますが、その後にその2種以外の生物の影響を考えるっていう話になっているから、だから、このね、意に入るのは間接効果という言葉が入ることになります。そして最後にね、空欄、うに入るものをか考えるわけですが、食物連鎖は互いに複雑に絡み合ってと言っていますよね。 ということは、ね、それ何を意味しているかって言ったら、食物網ということになります。ということで、問い3番の正解は5番ということになります。では、本文の続きを見ていきます。捕食者は、被食者の生態や進化に様々な影響を及ぼす。例えば、次の図3のように、羽に縞模様を持つガの仲間は、捕食者である鳥が背景から見分けにくい向きで樹皮に止まる。 このような隠蔽効果を高める行動様式を調べるため、羽に横の縞模様を持つ尺画を用いて、次の実験1から3番を行いましたと。じゃあ、まずはね、下線部 C が関連している説問から考えたいと思います。ということで、下線部 C に関連して、次の記述 A から D のうち、食う方の生物の影響を受けて、食われる方の生物に生じた適応に関する正しい記述の組み合わせとして、最も適切なものを一つ選びましょうという話ですね。 つまり、被食者の観点から見て、捕食されないようにしている適用を見つけるっていうお話になります。では、A から見ていきましょう。鳩は他個体と一緒に移動したり、採食したりすることで、単独でいる場合よりも素早く鷹の接近を察知できると。で、この場合は、鳩が被食者で、それに対して鷹が 捕食者ということになります。でこの場合ね、被植者である鳩が、ね、捕食者である鷹に素早く察知できるように適用しているって考えることができるので、はい、この A は適切な選択肢ということになります。では、今度選択肢 B。植物には昆虫に対して毒性を持つ化学物質を生産したり、枝や葉に鋭い棘を発達させたりするものがあるということで、今回は 植物が被植者で、昆虫が捕食者になります。で、その時ね、この毒性を持つ化学物質を作るだとかね、棘を作るっていうのは、被植者の、捕食者に対する工夫になりますので、はい、ということで B も適切っていうことになります。じゃあ次 C ですね。北極グマは背景の氷とよく似た白色の毛を持っており、アザラシから見つかりにくい。 で、えー、この場合は、アザラシが被食者です。はい。で、北極グマは捕食者になります。うん。北極グマってね、アザラシを食べてるんですね。で、その時北極グマがね、白い毛を持っているっていうのは、捕食者の適応ですよね。だから、今回 C は違いますねっていうことになります。では次 D ですね。夜間に飛び回るガの仲間には、 コウモリが発する超音波を聞くと、羽をたたんで急降下し、コウモリに進行方向を予測されにくくするものがいますよと。で、ガとコウモリの関係においては、ガが被食者で、コウモリが捕食者になります。で、そのね、ガの仲間には、 コウモリによる捕食を回避する行動ができるやつがいますよっていう話ですので、これも非食者の適用となりますので、正しいですねと。ということで、A、B、D を含む6番が正解となります。では次に、問い5番の実験問題に関する説問にアプローチしていきたいと思います。まずね、図を使って確認しますが、こういうふうにね、木があった時、その蛾の止まる方向が定まってますよっていうお話ですね。 で、ちょうどね、こっち左側の図はね、蛾が擬態していて見つかりにくいかもしれませんが、これが蛾ですね。で、それに対して、はい、こっちではこれが蛾になりますよと。で、蛾には、そのね、横向きの縞模様があって、で、蛾は、捕食者に見つからにくい形で木に止まりますよっていうお話になります。 この時、画はどのようにして樹皮に止まっているのか、それを考えるお話になります。では、実験1番から見ていきましょう。次の図4のように、表面がザラザラした白い壁に、表面が滑らかな黒いテープを貼り、壁に縦方向の縞模様と横方向の縞模様のある容器をそれぞれ作った。そして、それぞれの容器に尺迦を入れた。この時、頭を 上または下向きにして壁に止まった個体数を NA として、それに対して頭を横向きにして壁に止まった個体数を NB として数えるわけですね。そして壁に縦の縞模様がある場合は NB の方が多く、壁に横の縞模様がある場合は NA の方が多くなるという結果になりました。 で、この時点でね、頭の中が混乱している方もいるかと思うので、ちょっとね、これについて考えたいと思います。で、まずね、用意している容器っていうのはこういう容器ですよね。で、縦にね、線が入っていて、つまりね、ここに、この縦方向の縞模様がありますよと。で、その中にガを入れて、どのように止まるかを調べるわけです。で、まずね、今ここに引いた線は、そのね、縦向きの縞模様を表していて、この三角形がガだと思ってください。 で、このね、尖ってる方がガの頭だと考えたとき、ガが,がね、上向きあるいは下向きにした場合、ね、その数を NA としてるわけですね。で、また、ガがね、頭を横向きにしている場合、ね、その個体数を NB としています。で、先ほどね、本文の中に、壁に縦のしま模様がある場合は、NB の方がね、多くなりましたよというお話ですね。 つまり、が自身の縞模様を、このね、背景の縞模様に合わせているものが多かったというお話になります。で、それに対して、背景の縞模様が横向きの時ですね。で、その時に、NA の数と NB の数を調べたところ、ね、NA の数の方が多かったよと。で、この時も、 背景の縞模様に自分の縞模様を合わせて止まっているものが多かったということになります。では、今の実験結果を黒板でまとめてみたいと思います。で、今の実験結果から背景の黒テープの方向が縦の時は NB の方向が多くて、で、黒テープの方向が横向きの時は NA の方が多かったですよ。なので、ここから 黒テープと自身の模様を平行にさせる、そういうね、修正が見られることが分かりますと。しかし、ここでね、一つ問題点があるんですね。それは何かというと、今回ね、黒テープを貼る背景、壁っていうのはザラザラなんです。で、黒テープっていうのはツルツルなんですよね。で、その時に、その模様をどう捉えているのかっていうのが、この実験では分からないんです。つまり、 今回の実験では、黒テープの模様を捉えているのか、それとも感触を捉えているのか、どっちなんでしょうかっていうお話になります。もしね、黒い模様を捉えているのであれば、それは視覚で模様を捉えていることになり、逆に感触で捉えている場合は、触覚で認識しているということになります。なので、これね、どっちなのかなっていうのを、この後実験で明確にしなければいけないわけです。そこで実験2番ですね。 光を完全に遮断して実験1と同様の実験を行ったところ、壁に縦の縞模様がある場合は NB の方が多く、壁に横の縞模様がある場合は NA の方が多くなりましたよ。つまり、今ね、光を遮断しても実験結果は同じだったということになります。つまり、実験2番から模様の認識に光を使っていないということがわかるわけです。 で、それに対して実験3番ですね。実験1と同じ容器の壁をさらに透明のフィルムで覆い、縞模様は見えるが、表面の感触が均一な壁を作った。これらの容器を用いて実験1と同様の実験を行ったところ、壁の縞模様の向きによらず、NA と NB がほぼ等しい頻度で観察された。この時は背景のザラザラと紙テープのツルツルの、そのね、 違いをなくしたということですよね。つまり、今回の実験というのは、触覚による模様の認識をできなくしましたよっていうお話です。そして、その時、NA と NB の頻度に違いはほとんど見られなかった。それはつまりどういうことかといえば、触覚がなしでは模様を認識できませんよということになります。ということで、実験2番から、 四角を使わなくても模様は認識できる。実験3番から触覚がないと模様を認識できない。したがって、今回の画は触覚に頼って模様を認識しているという結論になります。なので、最後の質問の答えは2番ということになるわけです。はい。ということで、今回の問題は、そのね、特に後半が重要だったんですね。で、NA とか NB とかね、そういった文字が出てきたり、 また、実験でどういうことをやったのかっていうのをしっかりとね、イメージできなきゃいけなかったわけですね。で、その時にどういう実験が行われているのかっていうのを簡略化してね、かける能力っていうのは必ず必要になってきます。で、頭の中でね、思い浮かべるのが難しい時は、なるべくね、やっぱり手を動かすのが一番です。で、それに関してもね、やっぱり訓練するしかありませんので、問題を頭の中で解こうとせず、ね、どういうことが行われているのか。 それをね、なるべく手で再現する、そういうことをやってもらえたらと思います。ということで、今回の内容は以上となりますが、あとね、共通テスト対策は3回ありますので、それをね、一つ一つ大事にしていただいて、それでね、力をしっかりとつけてもらえたらと思います。では、今回は以上となります。お疲れ様でした。 はい、どうも、生物担当の田中隆之介です。今回は共通テスト対策の第8回目の授業となります。今回扱う問題はセンター試験の2017年の問題となります。今回は発生に関する問題なんですけど、やはり教科書に載っているお話の延長線上の実験っていうのはよく出てくる問題となります。で、今回は誘導に関する実験問題となりますので、最初に基本的な知識の確認をおさらいしておきたいと思います。 今回特に誘導の連鎖のお話が出てきます。誘導の連鎖といえば目の形成のお話でした。で、ここでその基本知識を確認しておきたいと思います。まず目のね、形成過程で大元となる細胞は予定外肺溶液となります。で、その予定外肺溶液に形成体として現行配信が働きかけ、で、その現行配信の働きを受けた部分はこの後神経になって、 で、現行配信の働きを受けない部分は表皮となります。で、その時に、このね、現行配信が外配用に作用して、神経が誘導される現象のことを神経誘導と言いました。また、この時、現行配信が後に積作になることも確認しておきましょう。で、特に誘導では、何が形成体として働くか。また、形成体の働きを受ける組織はどこか。そして、それが、 形成体の働きによって何になるのか、そこら辺を必ず確認しておいてください。で、この後、神経は頭部で脳が生じ、で、その脳からは眼法という膨らみが生じて、そして眼敗というものができます。で、この眼敗というのは、後に網膜となる部分ですが、この眼敗は、現行配信の次に、 形成体として働く部分で、この眼杯は近くの表皮に働きかけて、そして水晶体を誘導します。で、さらにこの水晶体が形成体として働き、水晶体は近くの表皮に働きかけて角膜を誘導します。このように誘導が連鎖的に起こることで、目っていうのが形成されているわけですね。 で、このような現象を誘導の連鎖というわけです。で、今ね、ここに書き出したものは、もう知識として知っておくべきものですので、必ず頭に入れておいてください。では、早速、問題を解いていきたいと思います。マウスの目の形成過程では、脳の一部から突出して形成された眼法の中央がくぼんで眼配となる。眼配は、それが接している表皮の水晶体への分化を誘導する。 マウスにおける目の形成の仕組みを調べるため、次の実験一から実験三を行いました。ということで、はい、まず実験一は番見てみましょう。野生型マウスの肺以後、肺 W と呼ぶから、眼肺と将来水晶体が形成される外肺用の領域と切り出した。肺 W の眼肺と水晶体領域と合わせて培養したところ、下の表一の結果が得られましたよということで、これ確認すると、 はい。ということで、実験1の結果を見ると、岩配がハイ W に由来するもので、また、予定水晶体領域、まあ、こっちが表皮の部分ですね、えー。その部分をハイ W に由来するもので組み合わせた場合、水晶体に分化しましたよと。まあ、これはね、当たり前っちゃ当たり前ですね。まあ、つまりね、これ実験1番っていうのは、この後の対象実験として使うものということになります。では次、実験2番見ます。 突然変異体マウス X では水晶体が形成されませんよと。突然変異体マウス X の肺、以後肺 X と呼ぶと、肺 W から眼肺と水晶体領域とを切り出した。肺 X あるいは肺 W の眼肺と、肺 X あるいは肺 W の予定水晶体領域と合わせて培養したところ、次の表1の結果が得られましたと。ということで、実験2番の結果。 眼お及び予定水晶体領域ともにハイ X の場合は水晶体に分化しませんでした。また、岩配の方がハイ W で予定水晶体領域がハイ X の時は水晶体に分化しましたよ。また、岩配がハイ X で予定水晶体領域がハイ W の時は水晶体に分化しませんでしたよっていうお話ですね。で、ここで確認ですが、岩配というのが 形成体として働くもので、また予定推奨体領域というのが誘導を受ける側の組織ということになります。で、先ほども言ったように実験1を対象実験とすると、その時実験2と比較して何かしらが言えるわけですよね。で、基本的に実験の比較をする場合は、ここまで何度も言ってきていますが、基本的にはね、1個だけ条件が違うものと比較しますよと。 そうすると、ね、ww と比較できるのは、ね、実験2の予定推奨体領域を x に変えたものと、もう一つが、ね、岩配のみをハイ x に変えたものということになります。そうすると、で、実験2のね、この真ん中のやつというのは、予定推奨体領域、つまりね、誘導を受ける側をハイ x のものに変えていて、で、 眼配の方、ね、つまり形成体の方はハイ W のままですよ。で、その時は水晶体に分化しましたよ。つまり実験1と同じ結果になったわけですね。ということは、形成体の方がハイ W のままだと水晶体に分化しましたよ。ということはね、眼配がハイ W のままで誘導を受ける側がハイ X に変わっている時は水晶体に分化しました。というお話になります。 それに対して、このね、一番下の段の実験に関しては、岩配の方、ね、形成体をハイエックスに変えました。その時は、水晶体に分化しませんでしたよ。なので、ここでね、形成体がハイエックス突然変異型だと、水晶体への分化が見られないんです、ということになります。つまり、この時点で、水晶体への誘導には、 形成体がハイ W、つまり野生型であることが必須だとわかるかと思います。では今度実験3番に行きたいと思います。ハイ W から作った未分化な細胞である肺性幹細胞、かっこ ES 細胞を塊状にして特殊な条件で培養すると ES 細胞がすべて神経性の外肺葉細胞に分化した。この細胞界をさらに培養し続けると 細胞界の表面に眼胞が形成され、眼配になった後に網膜へと分化したが、水晶体は形成されませんでしたというお話ですね。で、この流れを簡単にまとめてみますと、ES 細胞から神経が生じて、で、そこから眼胞となって、で、その後に眼配となりましたと。で、眼配は最後網膜になりましたよっていうお話なんですが、 この時に水晶体はできていないわけですね。じゃあこの時なぜ水晶体が起こらなかったのかってね考えてみたいと思います。じゃあこの時ね何と比較するかって言ったら自分の知識と比較するわけです。本来水晶体というのは表皮から生じるものですよね。これは表皮に眼配が形成体として働きかけることで水晶体が生じるよっていうお話でした。しかし今回 本文中で ES 細胞はすべて神経性の外胚葉細胞になりましたよとありますので、つまりこの ES 細胞から表皮っていうのはまあ生じていないわけですよね。だから、ね、水晶体も生じていない。そういうことになります。だから本来はね、この眼配が形成体として働くはずなんだけど、ね、働きかける相手がいないわけですね。はい。ということで、水晶体が生じていないと考えられるわけです。 では、ここで問いの1番から見ていきたいと思います。下線部 A に関連してイモリの発生過程における文化の誘導に関する記述として適当なものを選びましょうと。まず選択肢1番。後輩から切り出した予定外廃溶液と予定内廃溶液を合わせて培養すると。で、この時点で選択肢1番は、あ、これ中廃用誘導のお話だなっていうのを思い出してください。で、そうすると、 予定内配溶液が神経管に分化すると書いてありますが、これはね、大きな間違いですよね。なぜならば、ね、中配溶誘導というのは、予定内配溶液が予定外配溶液に働きかけて、予定外配溶液から中配溶が生じるっていうお話ですよね。だから、丸一番っていうのは、ね、全くの、えー、的外れなお話になっているわけです。じゃあ次、選択肢の二番。 後輩の予定中胚葉域は角膜の文化を誘導する。で、これに関しては先ほど黒板で説明した通りです。角膜が生じるときというのは水晶体が形成体として働き、それが表皮に働きかけるわけですね。それで角膜が生じますよと。で、そもそもね、表皮っていうのは外胚用ですので、形成体である水晶体というのは外胚用由来のものですので、 選択肢2番は、ね、やはり違いますねというお話になります、ね。予定中胚溶液が誘導するわけではないですね。では選択肢の3番を見てみましょう。後期減長排の内胚溶を初期神経肺の神経板域に移植すると、移植片は水晶体に分化する。つまりこのお話から考えると、ね、内胚溶が移植片となっていてで、それが水晶体になりますよと言っています。 で、選択肢2番のところでも言いましたが、推奨体は外配用に由来するものです。だから選択肢3番もバズ、よって4番が正解ということになります。で、4番の選択肢を見てみると、初期現状配の現行配信部、これ予定積策域ですね。で、これは外配用の神経管への文化を誘導するということで、それは先ほど確認したばかりですので、これは正しいとわかります。では次、問いの2番に行きましょう。 実験1、実験2の結果から導かれる考察として、最も適当なものを一つ選びましょうと。では、選択肢の一番から検討していきたいと思います。ハイエック x の岩配は、水晶体への分化に必要な誘導物質を分泌していない。で、ハイエック x っていうのは、これね、突然変異型の方でしたよね。で、また、岩配というのは、ね、こちらは形成体として働く方でした。 で、本来ね、形成体というのは、何かしらの物質を分泌して、で、それによって誘導を起こすわけです。だから、その後ね、水晶体への分化に必要な誘導物質って書いてあるわけですが、今回の実験結果で、パイをハイエックスに変えたときは、ね、水晶体に分化しなかった、つまり誘導が起こらなかったわけですよね。ということは、 今回、ハイエックスは誘導に必要な物質を分泌できていないということは推測できるかと思います。ということで、選択肢1番、早速ですが、こちらが正解ということになります。他の選択肢も見ておきましょう。ハイエックスの水晶体領域は、水晶体への分化に必要な誘導物質を受容する能力がない。確かに、このね、選択肢2番、突然変異型のお話ですが、 こちらの予定推奨体領域というのは誘導を受ける側の組織となります。で、そこに誘導を受ける能力があるのかないのか、じゃあ確認してみましょう。で、そのね、結果がわかるのは実験2番の真ん中のお話です。で、実験2番の真ん中では、ハイ X、予定推奨体領域をハイ X に変えているわけですね。で、その時、誘導起こってるか起こってないかっていうのをね、確認してみると、 これ怒ってるわけですよね。水晶体に誘導されてるわけですね。なので、ハイ x の水晶体領域には誘導を受ける能力があると言えます。ということで選択肢2番は×ということになります。では選択肢3番について見ていきます。ハイ w の岩灰は水晶体への分化に必要な誘導物質を分泌していない。で、こちらはね、正常型の形成体となりますが、 これに関しても先ほどの実験結果で容易に読み取れます。岩灰がハイ W の時というのは実験1の時とまた実験2のこのね真ん中の段の時になりますがその時はいずれも水晶体への分化が見られていますのでつまりハイ W の岩灰は形成体として誘導に必要な物質を分泌していると考えられます。なので選択肢もね分泌していないっていうのは罰ということになります。 では、今度選択肢の4番。ハイ W。はい。正常な方ですね。正常な方の予定水晶体領域。はい、こちらは誘導を受ける側になります。正常な誘導を受ける側の組織は、水晶体への分化に必要な誘導物質を受容する能力がない。じゃあ、これに関してもね、一応確認しておきますと、それが確認できるのは、はい、実験の1番と実験2番の一番下のやつになります。 で、選択肢4番に関しては、ね、これはもう予定推奨体領域、誘導を受ける側に関しては、ハイ W だろうが、ハイ X だろうが、誘導が起こっていましたので、ハイ W が誘導を受ける能力がないよっていうのは言えませんよね。だから4番はツということになります。従って1番が正解となります。では今度問いの3番に行きたいと思います。実験1から3の結果から導かれる考察として最も適当なものを選びましょう。と。 では選択肢1番から見ていきましょう。ハイ W から作った ES 細胞から形成された眼法は、ハイ W の予定水晶体領域と合わせて培養しても、水晶体への文化を誘導する物質を産生できませんと。で、先ほども言いましたけど、これっていうのは形成体が誘導する能力を持っていないわけではなくて、誘導を受ける側が存在しないから、 だから、今回ね、水晶体への文化が見られないんだっていうお話になります。ですので、選択肢1番は、このね、元宝という形成体の能力を誘導する能力を否定している選択肢です。実験3番ではそれを否定できませんので、よって1番は×となります。まあ、むしろね、ハイ w っていうのは正常型で、そこから作り出した形成体ですので、おそらく形成体としての能力は持っていると考えられます。では、選択肢2番を考えましょう。 IW から作った ES 細胞から形成された眼胞は予定水晶体領域と合わせて培養しなくても眼配になる能力がある。で、これに関してはね、眼胞から眼配になるっていうのはこれは別に誘導のお話ではなくて単なる文化ですよね。だから、この、ね、ES 細胞から得られた眼胞が眼配になりますよっていうのは、まあ、このね、本文からそのまま結論として得られるかと思います。 ですので、今回ね、2番は正しいと言えます。では、選択肢3番を考えていきましょう。HiW から作った ES 細胞から形成された眼胞を、HiX の眼胞と交換移植しても、HiX に水晶体の分化は誘導されない。この選択肢はつまり、ね、正常な形成体能力を獲得する眼胞を HiX の方に移植して、で、HiX の方で、 水晶体への誘導が見られるかどうかっていうお話ですよね。で、実験1番、実験2番で、ック x に関しては、形成体である元宝側、元帆側が誘導する能力を失っているっていうお話でした。で、今回、この元宝は形成体としては能力を持っていると考えられますので、ということは、そのね、形成体能力を持っている元宝をック x に誘導しました。 ということは、HIX の表皮から水晶体は分化すると考えられます。だから、HIX に水晶体の分化は誘導されないっていうのは罰ということになります。では、選択肢の4番。HIW から作った ES 細胞から形成された網膜は、眼膀をくぼませて眼配の形成を誘導するための形成体として必要不可欠であるで。今回そもそもね、実験1から実験3の中で、このね、網膜っていうのは出てきていないですよね。また、 網膜が形成体として働くのは知識としても持っていません。ということは、そのね、網膜が形成体として必要不可欠だっていうのは、ね、知識としても言えないし、実験からも言えませんので、4番は完全なる罰ということになります。従って、正解は2番となります。では、後半のお話に行きましょう。皮脂植物である稲の花では、おしべの薬で優勢の配偶子が、廃脂内で姿勢の配偶子がそれぞれ作られる。 体細胞における染色体数が24本である稲ではっていうことで、まあこの時点でまずね、稲は 2n イコール24の生物だとわかります。で、その稲では原数分裂により花粉の中に染色体をほにゃらら本持つ性細胞がと言っています。ちなみに、えー、性細胞っていうのは核層 n ですね。ということは、この後、その染色体数が問われているわけですが、 それは半分の12本ということになります。では続き見ていきましょう。排珠内では染色体をホニゃララ本持つ肺能母細胞と書いてあります。ちなみに肺能母細胞は減数分裂前の細胞となりますので、こちらは核層が 2n です。ということはこちらは体細胞と同じ染色体本数と言えますので、ここは24本となります。その後3回の核分裂が起こり排能が作られる。一つの 肺脳は合計ホニャララ本の染色体を持つ。で、このね、排脳の中には様々な細胞があるので、ちょっとね、それを考慮して、ここのね、染色体本数を答えたいと思います。で、排脳内に生じる細胞は全部で4種類あります。で、まず核層 N の卵細胞が1個。また、その両隣に核層 N の除細胞が2個。また、 卵細胞の反対側に核層 N の反則細胞が3個。そして、肺脳の中央には極核を2つ持った。つまり N プラス N の中央細胞が1個あることになります。で、細胞の数を数えると全部で7個あるわけなんだけど、核に関しては全部で8個あるわけですね。ということで、この中ね、これ数えてみると N が8個あるんですよ。で、N イコール12で、それが8組あるわけですから、 だから、それのね、合計は96ということになります。従って、うに入るのは96本ということになるわけです。ということで、あに入るのが1番、イが2番、そしてうが4番ということになります。では、今度、問いの5番に行きましょう。下線部 B に関連して、稲の種子の胚入には、 要素、要化カリウム溶液、括弧要素液で、青紫色に定色する形質を持つものと、赤紫色に定色する形質を持つものとがある。これらのうち、青紫色に定色する形質が犬性、かっ優勢で、犬性の対立遺伝子 W と先生の対立遺伝子 small w の一組の対立遺伝子が関係しています。で、この時、青紫色に 定色する形質を持つ順系 A と赤紫色に定色する形質を持つ順系 B とを用いて次の表に示す組み合わせで交配をしメス親に実った種子を要素液で定色させたこの実験結果から導かれる考察として最も適当なものを一つ選びましょうというお話ですねでまずね確認しておきますが青紫色に定色させる遺伝子は LargeW で 赤紫色に定色させる遺伝子はスモール w となります。なので、純系 a っていうのはラージ w, ラージ w という遺伝子型であり、また赤紫色の方に関してはスモール w, スモール w という遺伝子型になります。また、今回はね、排乳に関するお話ですから、これは重複受精を踏まえたお話ということになります。 では、重複受精と排乳の遺伝に関して簡単に確認しておきたいと思います。まず、花粉1個あたり、生細胞というのは2個生じます。で、また、肺の1つあたり、卵細胞と中央細胞が1個ずつ生じていて、生細胞に関しては、ね、その1方が卵細胞と受精し、で、もう1方が中央細胞と受精しますよと。 で、精細胞と卵細胞が受精すると、それは後の種子に含まれる肺となるわけです。まあ肺っていうのはこの後ね、発芽する方ですよね。それに対して、精細胞と中央細胞が受精したら、後に種子の肺乳となります。こちらに関しては、肺が成長するのに必要な栄養分として使われる方になるんですけど、こちらね、肺乳の遺伝子型っていうのは 3N になります。 で、その 3N の由来っていうのは、1が正細胞に由来し、もう一方が中央細胞に由来します。ということは、3N の内訳というのは、おしべ由来とめしべ由来の遺伝子が1対2ということになるわけですね。なので、排入の遺伝子型を考えるときは、このね、おしべ由来とめしべ由来が1対2であることを忘れないでください。でそこで今回、 後輩1から4を行うわけですが、後輩の組み合わせの左が、めしべ由来で、この右が、おしべ由来になっています。で、まず、後輩1番は、めしべが順径 A、つまり、w、large W, large W。で、花粉の方が small W, small W ですね。その時に得られる種子の配入は、とにかく、おしべ由来、めしべ由来が1対2となります。なので、 スモール w が1ラージ w が2ということになりますので後輩1で得られる種子の配入はラージ w, ラージ w, スモール w となりますそれに対して後輩2はメしべがスモール w, スモール w でオしべがラージ w, ラージ w になりますでおしべ由来1のメしべ由来2ですので配入は ラージ W、スモール W、スモール W という遺伝子型になります。では、今度ね、後輩3ですね。後輩3というのは、メシベがスモール W、スモール W で、で、おしべに関しては、後輩1で得られた F1 個体とあります。それはつまりね、ラージ W、ラージ W とスモール W、スモール W を掛け合わせた F1 個体。それは、ラージ W、スモール W という遺伝子型になります。 はい。ということで、今回、めしべの方は、スモール w, スモール w となります。で、そこから作られる配偶子というのは、スモール w の卵細胞と、スモール w プラススモール w の中央細胞。まあ、これで一組ですね。で、また、オシベで作られる配偶子に関しては、ラージ w を持つ正細胞が2個生じる場合と、スモール w を持つ正細胞が2個作られる場合ということになります。なので、今回ね、正細胞がラージ w を持っている場合、 large w, small w の排と、large w, small w, small w の排入が生じます。また、生細胞が small w のときは、small w, small w の排と、small w, small w, small w の排入が生じることになります。で、今回ね、聞かれているのは、排入ですので、large w, small w, small w の排入と、small w, small w, small w の排入が生じる。 ということで、後輩3では青紫の種子と赤紫の種子が生じるよってありますが、青紫の方は、large w, small w, small w。赤紫の方は、small w, small w, small w となります。では、今度は後輩4ですね。後輩4は、今度、めしべが large w, small w で、おしべの方が small w, small w となります。じゃあ、その時得られる胚入はどのような遺伝子型になるかと。 で、今回はね、メシベがラージ W, スモール W。だから、卵細胞がラージ W の時と、スモール W の時の2パターンが作られるわけです。で、卵細胞がラージ W の時、中央細胞はラージ W2 つ。卵細胞がスモール W の時、中央細胞はスモール W2 つとなります。で、それに対して、オシベの方はスモール W, スモール W なので、スモール W の正細胞を2個作るっていう1パターンだけ。 で、表の結果ね、この通りになるわけですが、めしべの方で受精する配偶子がラージ W を持っているとき、配乳の遺伝子型はラージ W、ラージ W、スモール W。逆に、めしべの配偶子がスモール W のとき、配乳の遺伝子型はスモール W、スモール W、スモール W となります。つまり、後輩4の青紫色の種子っていうのはラージ W、ラージ W、スモール W のやつで、 赤紫色はスモール w, スモール w, スモール w というものになります。ですので、もうね、今の実験結果がちゃんと分かっていれば、選択肢は3番と選ぶことができます。ちなみに、こちらの最後の説問に関しては、以前、プレミアムの方で扱っている問題となりますので、もう少しね、排入の遺伝のお話から聞きたい方は、そちらを確認してください。はい。ということでね、今回は発生に関する問題を扱ったわけですが、 ここで強調しておきたいのは、やはりね、発生のところって知識がかなり使えるというところなんですね。まあむしろえ、知識と照らし合わせることで、今回の実験結果はどういうことが言えるんだろうっていうのが推測できるわけです。ですので、与えられている実験結果を読み取るっていうことも大事なんですけど、その前に自分の知識もしっかりと身につければいけないということです。知識を身につけることで、実験結果の推測というものが立ちます。 で、これはね、僕の問題を解く上でのスタンスなんですけど、基本は予測と修正なんですね。予測っていうのは知識に基づいて実験結果はこういう考察になるだろうっていう推測。それに対して修正というのは、ね、自分の知識と矛盾する場合があるんですね。もしくは自分の知識だけではなんか納得いかない結果が出てくる時があるんです。その時は実験結果に素直に従うっていう形になります。 だから、僕はね、予測と修正をする中で、実験を読み取ってるんですよ。それを意識するようになると、今後ね、実験問題での得点が上がってくるかと思います。まあ、これを使いこなすっていうのはね、知識ありきのお話だから、少しレベルの高いお話かもしれませんが、それを意識すると、考察問題が点数取れるだけじゃなくて、知識もね、かなりハイレベルなものになってきますので、 ぜひ今後予測と修正というのを意識してもらえたらと思います。では今回の授業は以上となります。お疲れ様でした。はい、どうも生物担当の田中龍之介です。今回は共通テスト対策の第9回目の授業となります。今回のテーマは生物基礎の内容となります。 今回この授業を受けている方は、共通テスト対策の生物というね、科目を受ける人が多いかと思うんですけど、その時に少しね、注意してほしいことがあるんですね。それは何かというと、生物基礎の内容も出てくるということです。2021年に実施された共通テストを見てみると、特に第二日程の方では、生物基礎の内容を含む問題が出題されていました。 これはつまり、生物基礎を勉強していないと、普通は解けない問題になるかと思います。ですので、今後、生物基礎にまたいだ単元が出題されても、皆さんはね、問題解けるようにしておいてほしいんですね。ということは、事前にね、生物基礎の内容をしっかりと頭に叩き込んでおく必要があります。で特に今回は、腎臓や免疫に関するテーマを扱いたいと思います。では、まず、魚類の浸透圧の調節から確認していきたいと思います。 で、魚類っていうのは、淡水魚と海水魚で、その浸透圧の調節の仕組みが少し異なります。で、まず、淡水魚というのは、外界が淡水になるわけです。ということは、淡水には塩分などほとんど含まれてないわけですね。なので、体内の方が、体外よりも浸透圧は高くなります。で、その時に、水っていうのは、浸透圧が高い方に移動する性質があります。ですので、 炭水魚の体の表面から水が中にこうやってね、入ってくるんですね。そうすると、炭水魚の体内は水分が過剰となり、逆に塩類は不足する状態となります。なので、炭水魚はこの2つの悩みを解消する能力が必要となるわけです。で、その時に、でも体の中はもう水分が十分にありますので、基本的に水を飲んではいけません。だから、炭水魚は基本的に水を飲まないと思ってください。 もちろんね、餌を食べるときは同時に水を取り込むんですけど、それを除けば濃度的に水を飲むことはありません。また、塩類が不足するので、外から塩類を取り込まなければいけません。でそのときに、エラに塩類細胞というものがあってで、その塩類細胞を使って塩類を取り込んでいます。さらに、浸透圧を調節する器官といえば、腎臓が代表的なお話ですが、え腎臓は尿を作る器官ですよね。でそのときに、 どんな尿を作るのかっていうのがポイントなんですけど、体内は水分が過剰ですので、極力水は捨てたいわけです。なので、尿は多量に作られます。一方で、塩類は不足しているので、塩類は極力捨てたくないんですね。なので、炭水魚の腎臓では塩類の再吸収が盛んに行われていて、だから、尿中に含まれる塩類っていうのは少なくなっているんです。 だから、体液よりも低調な尿が作られます。では、今度は海水魚について見ていきます。海水魚の周りは海水ですので、浸透圧は体内よりも体外の方が高くなっています。なので、体内の水分は体外の浸透圧に引っ張られて水は出ていくことになります。なので、海水魚の体内は水不足となって、逆に塩類が過剰な状態となります。 で、この時、まずはね、水分不足を補うために、能動的に海水を飲むことになります。それによって水分不足を補います。一方で、体から水が出ていったり、あるいは海水を飲むことで、体内の塩類は本当に、ね、多くなってしまうので、能動的に塩類を捨てる仕組みが必要になります。でそこで使われるのが、エラの塩類細胞となります。塩類細胞を使って、 塩類はエラから濃度的に排出されるようになっています。そして、尿についてですが、体内は水分不足ですので、極力尿は捨てたくありません。なので、尿量は少なめとなります。しかし、体内の塩類は過剰ですので、極力塩類を捨てたいんですね。だから、塩類に関しては多めに捨てたいわけなんですが、その時の尿の浸透圧は、体液と頭頂が限界なんです。 特にね、ここは気をつけておいてください。炭水魚の尿の浸透圧が体液より低調だから、海水魚の尿は体液より好調な尿だとね、勘違いしてしまっている人もいますが、違います。海水魚の尿は体液と、これね、頭頂なんですね。それは海水魚の腎臓の能力が、まあ、それが限界なんですっていうことを表しています。なので、海水魚のね、尿が体液とね、頭頂なものですよっていうことは覚えておかないといけませんが、 それ以外に関しては、水の出入りによって考えることができますので、ここはね、丸暗記するんじゃなくて、このように意味付けをしながら覚えてもらえたらと思います。では早速見ていきましょう。甲骨魚類は腎臓とエラによって体液の塩類濃度を一定に保つ仕組みを持っている。で、この時の塩類濃度を浸透圧と考えていただいて構いません。だから、体液の浸透圧を一定に保つ仕組みを持っていると言い換えられます。 そのため、淡水魚の鯉と海水魚のカレーは、通常異なる塩類濃度の環境に生息しているが、両者の体液の塩類濃度はほぼ等しいですよと。体内の環境に関しては鯉とカレーで違いはほとんどないわけですが、その周囲の環境というのが違うわけですね。ではまずね、問いの一番から考えていきましょう。下線部 A に関連して次の文章中の A から U に入る語の組み合わせとして最も適当なものを一つ選びましょうと。 で、まず出てきているのが淡水魚となります。で、淡水魚の体液の塩類濃度は、尿の塩類濃度と比べるとってあるんですが、まずね、先ほども言った通り、尿っていうのは、体液よりも低調な尿ですよね。ということは逆に言えば、体液の方が浸透圧は高いわけです。ということで、選択肢からあに入るのは、えー、高いという言葉になります。で、その後、今度は海水魚のお話になります。 海水魚の体液の塩類濃度は、尿の塩類濃度と比べるとってありますが、尿に関しては、これは、海水魚は頭頂な尿を作りますよ。ということは、体液と尿の浸透圧は等しいわけですね。なので、選択肢を見てみると、胃に入るのはほぼ等しいということになります。したがって、淡水魚と海水魚の体液の塩類濃度がほぼ等しいことから、淡水魚の 尿の塩類濃度は、海水魚の尿の塩類濃度と比べるとということで、ク欄ランウ水魚の方が尿の浸透圧が低いので、はい、ここは低いという言葉が入ります。なので、選択肢は5番が正解ということになります。これに関してはね、先ほど確認した知識で解けるかと思いますので、さっきのね、お話頭に入ってない方は、しっかりと復習をしておいてください。 では次、問いの2番に行きましょう。下線部 B に関連して次の文章中の絵から木に入る後の組み合わせとして最も適当なものを一つ選びましょうと。エラにある塩類細胞と呼ばれる特殊な細胞は、絵が合成される場であるミトコンドリアを多く持ちと。で、ここに、まあ、ミトコンドリアとありますよね。で、ミトコンドリアっていうのは ATP を合成する場所ですので、はい、空欄絵には ATP が入ります。で、そのエネルギーを利用して塩類の輸送を行っている。ということは、 塩類細胞における塩類の輸送は濃度輸送ということになります。炭水魚の塩類細胞以後、炭水型と呼ぶは、尾から蚊への輸送を行い、海水魚の塩類細胞以後、海水型と呼ぶは、蚊から尾への輸送を行う。で、ここに感謝ね、確認しました。炭水魚というのは体内が塩類不足に陥る傾向にあると。だから、塩類細胞を使って塩類を取り込むわけですね。 ということは、尾が外界で、蚊が体内ということになります。まあ、逆に、海水魚は体内から外界へ塩類を輸送しているわけですね。ある種の魚はこの淡水型と海水型の両方を持つ。例えば、鮭は幼魚から生魚へと成長すると、塩類細胞は淡水型から海水型へと変わり、川から海へと生息環境を変える。 このような淡水型から海水型への変化には、人と同様に木から放出される成長ホルモンが関わっている。で、最後の方に関してはね、これあんまり関係ないんですけど、成長ホルモンはね、どこから分泌されますかってね、農家垂体全容となりますので、最後の空欄期には農家垂体という言葉が入ります。ちなみに、今回ね、えー、鮭のお話が出てきましたが、このね、鮭とかうなぎとかっていうのは、 幼魚で生息している時と、生魚で生息している時で、淡水型、海水型っていうのが、まあ違うわけですよね。ちなみにこれはですね、あの少し上位の大学ではどういう仕組みになっていますかっていうのが聞かれますので、これは淡水型と海水型のハイブリッドになっているってことを覚えておいてください。えつまり、海で生息している時は海水型の調節を行って、淡水で生活するときは淡水型の調節を行うということです。 はい。ということでね、この質問の答えは7番が正解となります。では次に行きましょう。問3番。河川部 C に関連してある条件下では、淡水魚と海水魚が混じって生息することがある。ある日、河口から約 20km 上流で河川と繋がっている沼で三平さんが釣りをしていたところ、鯉に混じってカレイが釣れた。つまり、このね、沼には、 淡水魚である鯉と海水魚であるカレイが、まあ、両方生息できる環境だってことですよね。鯉とカレイにおける外界の塩類濃度の変化に対する体液の塩類濃度の変化が図1のような関係となるとき、図中の区、気に入る魚類とこの沼の塩類濃度の組み合わせとして最も適当なものを一つ選びましょうと。ただし沼の塩類濃度は場所や深さによらず一様であるとする。 そこでね、このまあグラフが与えられているわけですが、まずはね、グラフですので、横軸と縦軸を確認します。まずは横軸が外界の塩類濃度を表していて、それに対して縦軸が体液の塩類濃度となります。例えば、えー、区のね、魚類というのは、一番最初ね、0のところから、まあ大体ですね、1.6ぐらい、ね、外界の塩類濃度が1.6ぐらいのところまで生活できますよ。と。 で、それ以降ね、点線が切れてるというのは、それ以上外界の塩類濃度が高くなると、この区の魚類は生きていけないよっていうことになります。だから、区に関しては、まあ理屈上は、このね、0から1.6の範囲で生きていけますよっていうことですね。え、一方で、毛に関しては、外界の塩類濃度が0.2よりちょっと高いところですかね。え、それより高い濃度であれば、 毛は生きていけますよっていうことになります。つまり、区はね、ある程度塩類濃度が低い環境で生きていける。毛はね、一定以上の塩類濃度で生きていけるということになります。ということは、この段階で、区が淡水魚で、毛が海水魚であるっていうことがわかるかと思います。やはりね、グラフについて考えるときは、基本的にはね、横軸から考えていくことになります。 でさらに、その後なんですけど、今ここに書いてあるのが、甲骨魚類が長期間製造できる体液の塩類濃度が、えー、この範囲ですよってね、書いてありますよね。つまり、基本的に、この濃度の範囲じゃないと、まあ長生きはできないわけですね。まあ理屈上生きてはいけるけど、だけど、それはね、長期間というね、観点から見ると、この範囲から外れたところでは生きていけませんと。なので、例えばね、 区の淡水魚に関しては、一応1.6%ぐらいまで大丈夫っちゃ大丈夫、耐えられるっちゃ耐えられるんだけど、長期間生きていこうとすると、そのね、範囲が収まってるのは、まあ、濃度がここら辺までっていうことになります。なので、区に関しては長期間生きていこうとすると、この範囲でしか生息できませんよと。で、それに対して、毛の魚類というのは、 このね、範囲に収まっているのが、ま、ここまでですので、つまりね、これより高い濃度で長期間生きていけますよということになります。ということは、今回出てきた海水魚と淡水魚が一定期間ね、生きていけるには、この範囲でないと、ま、ダメなわけですよね。だから、今回の沼というのは、この範囲の塩類濃度と考えることができます。ということで、今回ね、区に入るのが淡水魚で、 えー、毛に入るのが海水魚でした。で、今回の沼というのは、この淡水魚と海水魚が両方ともちゃんとね、生きていけるよっていう環境ですので、その範囲というのは、選択肢を踏まえると0.9%前後と考えることができます。なので、該当の選択肢は6番ということになります。では次に、免疫に関する問題に入りたいと思います。 獲得免疫には細胞性免疫と抗体の働きによる体液性免疫があり、体内から病原体や毒物を排除している。で、早速ね、問いの一番ですね。下線部 D に関連して次の文章中の抗から死に入る語句の組み合わせとして最も適当なものを下の1から8のうちから1つ選べと。体内に侵入した抗原は図2に示すように、免疫細胞 P に取り込まれて分解される。免疫細胞 Q および R は 抗原の情報を受け取り活性化し、免疫細胞 Q は別の免疫細胞 S の食作用を刺激して病原体を排除し、免疫細胞 R は感染細胞を直接排除しますと。で、ここでね、図も確認してみたいと思います。はい。そうするとね、まず免疫細胞 P は、この後抗原情報を Q や R に伝えるわけですよね。ということは、 こちらは、樹状細胞と考えることができるんじゃないでしょうか。また、免疫細胞 Q、あるいは免疫細胞 R は、樹状細胞の抗原定時を認識して、で、その後ね、働きを示すわけなんですが、免疫細胞ね、Q に関しては、食作用の、まあ、強化となりますので、つまり、免疫細胞 Q は、ヘルパー T 細胞であると推測できます。 もしね、ヘルパー T 細胞が食作用の強化できるっていうのを知らなかった人は、ここで覚えておいてください。一方で、免疫細胞 R というのは、その後ね、感染細胞の破壊と書いてありますから、つまり、こいつは、キラー T 細胞であると考えることができます。まあ、特にね、こちらに示されているのは、細胞性免疫の全体像となりますので、このね、流れはしっかりと覚えておきましょう。 ヘルパー T 細胞が食作用をね、促している、この免疫細胞 S なんですけど、えー、こいつは、マクロファージなどの食細胞だと思ってください。ということで、子、差しに入るものを考えていきますが、まず子は免疫細胞 P ですね。ということは、先ほども確認しましたが、樹状細胞となります。それに対して、免疫細胞の、はい、Q ですね。 免疫細胞の Q に関しては、食細胞の強化を行うものですから、こいつはヘルパー T 細胞であるとわかります。で、免疫細胞 P から S のうち、記憶細胞になるのはどれですかと。原則として、記憶細胞になるのは、B 細胞と T 細胞のことになります。今回ね、B 細胞は出てきていませんので、記憶細胞として残るのは、ヘルパー T 細胞の Q と、 キラー T 細胞に該当する R ということになります。だから死に入るのは QR となるわけです。したがって今回の答えは8番ということになります。では次、問いの5番行きましょう。下線部 E に関連して抗体の酸性による免疫細胞間の相互作用を調べるため実験1を行った。実験1の結果の説明として最も適当なものを選びましょう。ではね、実験1番読んでいきましょう。 マウスからリンパ球を採取し、ちなみにここで言うね、リンパ球っていうのは、B 細胞、T 細胞などのことを指します。まあ一応ね、ナチュラルキラー細胞もリンパ球に含まれるんですけど、ナチュラルキラー細胞は原則自然免疫で働くものですので、今回は獲得免疫の話をしているから、B 細胞、T 細胞で考えることにします。で、その一部を B 細胞および B 細胞を排除したリンパ球に分離した。 ということは、ね、簡単に言えば、B 細胞と、ね、T 細胞にまあ大きく分けたっていう感じですよね。で、これらと抗原と図酸の培養の条件のように組み合わせて、それぞれに抗原定時細胞、抗原の情報をリンパ球に提供する細胞、まあこれは樹状細胞のことですね。樹状細胞を加えた後、含まれるリンパ球の数が同じになるようにして培養した。 4日後に細胞を回収し、抗原に結合する抗体を産生している細胞の数を数えたところ、図算の結果が得られましたと。で今回、5つの条件で実験を行っています。では、上からね、実験1、2、3、4、5として考えてみたいと思いますで。まずね、実験1番は B 細胞を除く前のリンパ球のみ。 つまりこれはね、B 細胞、T 細胞を含んでいる集団と考えることができます。で、実験2番。B 細胞を除く前のリンパ球と抗原。これはつまり B 細胞、T 細胞、そこに抗原入れてますよっていうお話ですね。で、また実験3番は B 細胞と抗原の組み合わせ。で、実験4番は B 細胞を取り除いたリンパ球。つまりこれはね、T 細胞のことになります。え、それと抗原。 で、最後、実験5番が B 細胞を除いたリンパ球。つまり T 細胞ですね。T 細胞と抗原と B 細胞。っていうことはね、結局これ B 細胞を、ね、入れてるお話になるんですが、えー、そうすると、まあ、このような実験結果になりましたと。で、たいね、実験結果はまあ大きく3つに分かれていますね。で、そのね、抗体酸性細胞の数に関して、例えば実験1と実験4番に関してはもうほぼね、生じませんでしたよ。 で、実験2番と実験5番に関しては、十分な量の抗体酸性細胞が生じましたと。で、実験3番に関しては、まあ、それなりに、ね、そこそこ抗体酸性細胞が生じたよっていう感じですね。で、やはりね、基本的に実験結果について考えるときっていうのは、どの実験とどの実験を比較すると何がわかるんだろう。そういった観点になるんですね。で、 こういうふうに実験データを見ただけで分かりづらい場合は、一旦表にまとめてあげることをお勧めします。では、それをね、黒板で書きたいと思います。で、今回のね、実験をまとめると、まあ、こういう表が得られるかと思います。例えば、実験一番というのは、B 細胞を除く前のリンパ球ですので、B 細胞と T 細胞が両方とも含まれているということになります。で、逆に、抗原は入れてないので、抗原はマイナスとしておきました。で、その時は、 結果として抗体酸性細胞はほとんど生じてないわけですねで。それに対して実験2番。実験2番は B 細胞を除く前のリンパ球と抗原としていますので B 細胞、T 細胞、抗原が全て含まれているよとで。その時は抗体酸性細胞がたくさん生じたよって話でした。で、実験3番は B 細胞と抗原とありますので、はい、B 細胞を含む T 細胞なし、抗原ありなのでプラスマイナスプラスと。 で、その時は、そこそこ、抗体酸性細胞生じましたよってことで、丸。で、実験4番に関しては、B 細胞を除く前のリンパ球と抗原でしたので、B 細胞は含んでいない。T 細胞と抗原はあり。で、その時は抗体酸性細胞を基本的に生じなかった。実験5番は、B 細胞を除く前のリンパ球と抗原と B 細胞とありました。ということは、B 細胞あり、T 細胞あり、そして抗原もありですね。 で、その時は、十分に抗体酸性細胞が生じたわけです。じゃあこれね、実験をどう読み取っていくか。例えば、B 細胞の必要性について考えたい時は、B 細胞だけなくした実験を見ればいいわけです。そうすると、それっていうのは、これですよね。で、その時に、どれとね、比較できるか。基本的に、マイナス1の関係が成立しているところになります。とすると、それはね、実験2番ということになって、はい、ここで比較できますよと。 ちなみにこの時は B 細胞があると抗体酸性細胞は十分に作られて B 細胞がないと生じませんよっていう結果ですね。じゃあ今度 T 細胞の必要性について考えたい時は T 細胞をなくしている場合を考えます。じゃあそれとね実験比較できるのはって言ったらマイナス1の関係が成立しているところと。そうするとまあここですよねって話で実験2と比較する。そうすると T 細胞がある時は抗体酸性細胞が十分にできる。 しかし、T 細胞がないときは、抗体酸性細胞の生じる数はそこそこですよと。だから、ね、ここから、抗体酸性細胞が十分に作られるには、T 細胞も必要ですよねってことですよね。そして、次に、抗原の有無についてですね。これも抗原のね、必要性について調べたいときは、ね、抗原がない実験を探す。そうすると、それはね、実験一番となります。 で、これも比較できるのは実験2番となって、はい、その時比較してみると、抗原がなければ抗体酸性細胞は作られない。抗原があると抗体酸性細胞は十分に作られるということになります。ということでね、今回3箇所で比較ができましたので、そこから何が言えるのかっていうのを踏まえて選択肢を見てみたいと思います。ではね、選択肢1番から見ていきましょう。B 細胞は抗原が存在しなくても抗体酸性細胞に分化する。 これは実験1と2の比較で抗原がないときは抗体酸性細胞十分にできませんでしたよということで1番はまあ間違いですね。では今度選択肢の2番 D 細胞の抗体酸性細胞への分化には D 細胞以外のリンパ球は関与しないというお話ですがこれは実験2番と3番の比較で T 細胞がないと抗体酸性細胞は十分にはできないわけでしたね。だから B 細胞以外のリンパ球っていうのは T 細胞のことですが、T 細胞も関与していますので、2番の選択肢もツということになります。では次、選択肢の3番を見たいと思います。B 細胞を除いたリンパ球っていうのは T 細胞のことで、T 細胞には抗体酸性細胞に分化する細胞が含まれる。さらに、実験2と3の比較から、もうこれに関してはもう知識として誤りですよね。まあですので、まあその時点でね、まあ間違いと言えるわけなんですが、 まあただね、今回実験結果から T 細胞が抗体酸性細胞に分化するよっていうのは今回のね、実験結果から明らかにされてるお話ではないので、だからね、それでも選択肢3番は選べませんと。では次選択肢4番。B 細胞を除いたリンパ球。T 細胞には B 細胞を抗体酸性細胞に分化させる細胞が含まれる。 で、これはね、実験2と3の比較によって T 細胞があることで抗体酸性細胞が十分に生じると。だから T 細胞が B 細胞を抗体酸性細胞に分化させているってね、考えることができるから選択肢4番は正しいということになります。そして選択肢の5番。B 細胞を除いたリンパ球には B 細胞が抗体酸性細胞に分化するのを妨げる細胞が含まれる。ね、妨げてはいませんので5番ツということになります。 よって4番が正解です。はい。ということで今回は体内環境に関する問題を扱ったわけですが、実際はね、これは生物基礎の内容となりますが、これに関しては生物とまたがっているところなんですね。特に免疫に関わるタンパク質っていうのが生物の方で取り上げられています。だから共通テストでは体内環境に関する問題が出てくる可能性も大いにあり得るわけです。また、 生物基礎で勉強した生態系も生物とまたがっているテーマとなります。なので、次回の共通テスト対策では、生物基礎の生態系を取り上げた問題について考えてみたいと思います。で特にね、生物基礎の知識がやばい方は、早めにそのね、対策をしてもらえたらと思います。では、今回の授業は以上となります。お疲れ様でした。 はい、どうも、生物担当の田中隆之介です。今回は共通テスト対策の第10回目の授業となります。これが共通テスト対策の最後の授業となりますので、しっかりとね、問題取り組んでから授業を受けてもらえたらと思います。また、こちらはね、生物の総合演習という、まあ、パートになりまして、まあ、その折り返し地点になるんですけど、 その時に共通テストに向けて勉強している方に、まあ、注意してほしいことがあるんですけど、それは何かっていうと、過去のセンター試験や共通テストの問題だけが共通テスト対策になるんだとは思わないでほしいっていう話です。それはどういうことかというと、すでに実施された共通テストやまた試行調査の問題を見ていると、次第の一般試験や国立の二次試験で出るようなレベルの問題が、まあ、誘導付きで出ている問題がちらほら見られるんですね。 つまり、私立国立で出てくるような問題もやっておいた方がいいということです。ただしね、どういう問題をやっていいかってね、あまりよくわからないかと思いますので、だから共通テストをね、受ける方は、この授業を受けて終わりにせずに、この後の第11項から20項もぜひ受けてください。後半10校に関しては、 当然ね、次第国立に向けた、まあ、勉強を意識しているんですけど、僕が大学受験をね、指導する上では、あんまり共通テスト対策とか、国立対策とか、私立対策とか、そういうね、ことを気にしたくないんですね。なので、基本的には、どのようなね、試験にも通用するような問題をチョイスしています。なので、後半10校も共通テスト対策になるものとして、しっかりとね、受けてもらえたらと思います。そして、今日の内容ですが、 前回も言ったように共通テストでは生物基礎の範囲の問題が出題される可能性があります。で、前回は生物の体内環境の範囲を扱ったんですが、今回は生態系の内容を扱います。生態系も生物基礎から生物にまたがって存在している単元ですので、この分野も生物の共通テストで出てくる可能性が高いです。で、今回選んだ問題は、持っている知識も使うんだけど、 グラフの読み取りが重要ですよっていうお話になってきますので、知識だけに頼らず、与えられているグラフをしっかりと読み取ってください。その時ね、重要なことっていうのは、やはり与えられているデータは比較できるものっていうのが限られています。なので、どれとどれが比較できるのか、それを考えながら、グラフを読み取ってもらえたらと思います。では早速問題の解説をしていきます。 1> 図1は世界の気候とバイオームを示す図中に日本の4都市と2つの気象観測点 X と Y が示る位置を書き入れたものである。図中の Q と R はそれぞれの矢印が示す位置の気候に相当するバイオームの名称である。ということでじゃあ早速グラフを見てみましょう。生物基礎を勉強していれば必ず出てくるバイオームのね、グラフが示されています。で、横軸が年平均気温で縦軸が年,年降水量を示したグラフとなります。 で、その時に、特に年、ね、降水量が低いところ、平均気温が低い場所はツンドラになって、気温が比較的高い場所は砂漠になりますよと。で、このようにツンドラとか砂漠といった場所を、高原と言いました。で、高原っていうのは、特にね、降水量が少ないところに成立するバイオームとなります。で、その後、このね、ツンドラ砂漠の上の部分には書いてありませんが、高原よりも少し降水量が多いところは、草原が成立して、 で特に気温がた高い方がサバンナと呼ばれ、比較的気温が低い方がステップと呼ばれますで。それに対して草原よりも降水量が多いところ、こちらが森林になりますよと。つまり、高原草原森林のどれになるかは、降水量によっておおよそ決まりますよっていうお話ですね。 で、その中でのバイオームの区分というのが年平均気温によって決まるんですよっていうのがこのグラフの見方になります。じゃあ、さらに森林の中でそれぞれのバイオームの名称をまず書き込んでいきます。えそうすると森林の中で一番気温が低いところは新葉樹林となり、で、それよりも気温が高いところが火力樹林。まあ、つまり青森とか仙台っていうのは火力樹林が成立している地域になります。 で、さらに気温が高いところ。まあ、東京、大阪が入ってくるところが、商用樹林で、で、それより気温が高いところ、特に降水量が多いところは熱帯タオリン、亜熱帯タオリンが成立して、で、それよりも降水量が少ないところは、雨力樹林が成立することになります。そして、このね、旧で示されているこのね、地域なんですが、えー、ここっていうのはね、バイオームの、まあ、裏キャラみたいなやつですね。えー、それは、 紅葉樹林と呼ばれ、この紅葉樹林が成立する地域は、年平均気温、年降水量に加えて、地中海性気候が成立する地域に見られるバイオームとなります。で、地中海性気候というのは、一般的に夏に雨が少なく、冬に雨が多い、そういった地域の気候を地中海性気候と言います。では早速、説問を見ていきたいと思います。 1> 図1の点線 P に関する記述として最も適当なものを次の丸1から丸5の中から一つ選びましょうと。で、そうすると選択肢丸1番から丸3番では点線 P より上側では丸1番森林が発達しやすい、浮きと寒気がある、上緑樹が優先しやすいとありますね。また点線 P より下側ではっていうのが丸4番、丸5番。丸4番は樹木は生育できない。丸5番 サボテンやコケの仲間しか生育できないとありますね。じゃあここでね、もう一度図1に戻ってみたいと思います。で、基本的にこの点線 P より上っていうのはね、先ほども言ったように森林が成立する地域となります。で、点線より下側が草原や高原になる地域ですね。すると選択肢はもう一番が正解でいいんじゃないかなと思います。ただね、他の選択肢についても検討しておきましょうか。まず、 丸2番の雨季と寒季がある。これに関しては、皆さんは雨緑樹林が成立する地域ですよって覚えておいてください。なので、点線より上の中に、確かに雨緑樹林は含まれていますが、全般的にその点線より上側で成り立つわけではないので、2番は×ということになります。でまた、えー、丸3番ですね。 点線 P より上側では上緑樹が優先しやすい。で、これについてね、少し確認しておきたいと思います。熱帯タウリン、亜熱帯タウリン、昇葉樹林、高葉樹林が含まれます。それに対して、落葉高葉樹っていうのは火力樹林と雨力樹林が含まれます。この上緑高葉樹と落葉高葉樹に含まれるバイオームについては、それぞれ覚えておいてください。 でまた、針葉樹に関しても、上緑針葉樹と落葉針葉樹について分けられるんですが、高校生物で出てくるほとんどの針葉樹は、上緑針葉樹になります。たまに落葉針葉樹が出てくるんですけど、その代表的なものとして、カラマツというものがあります。なので、カラマツに関しては、落葉針葉樹として覚えておいてほしいんですが、それ以外の針葉樹に関しては、基本的に上緑針葉樹だと思っていただいて大丈夫です。 すると、この図でね、天線 P より上側では、上緑紅葉樹、落葉紅葉樹、上緑新葉樹、落葉新葉樹ね、いずれも見られることになりますので、選択肢3番の上緑樹が優先しやすいというのはツになります。では今度、丸四番ですね。天線 P より下側では樹木は生育できないとありますね。でその時、天線 P よりね下側見ると草原高原が成立しますので、一見ね、 樹木は見られないのかなって思うかもしれませんが、例えば、サバンナでは、アカシアと呼ばれる低木が見られますので、だから、天線ピーより下側で、絶対に樹木が成立しないよとは言えないんですね。なので、4番、樹木は成育できないと言い切ってしまっているのは、罰となります。はい、また、選択肢5番、天線ピーより下側では、サボテンやコケの仲間しか成育できない。まあ、サボテンは砂漠で、 苔はツンドラになるわけなんですけど、ただね、天線 P より下側に草原のステップやサバンナも含まれますよね。ってことは、先ほど言ったアカシアと呼ばれるね、低木がサバンナで見られたり、またサバンナステップ共通してイネ科植物の仲間が見られますので、えー、つまり選択肢5番っていうのは×となります。では今度ね、問いの2番。図1に示した気象観測点 X と Y は、 同じ地域の異なる標高にあり、それぞれの気候から想定される典型的なバイオームが存在する。次の文章は今後地球温暖化が進行した場合の観測点 X または Y の周辺で生じるバイオームの変化についての予測であると。で、文章中の赤らうに入る語句の組み合わせとして適当なものを一つ選びましょうというお話ですね。はい。そうするとね、まず、 今回のお話に関して地球温暖化が進行しますよっていうのはどういう意味かって言ったら年平均気温の上昇を意味します。で、地球温暖化が進行した時の降水量の変化が小さければね、降水量の変化が小さいよっていうことは降水量の変化に関してはちょっと一旦無視しておいてっていう話ですね。なので降水量はほとんど変化せず年平均気温が上昇すると 気象観測点、A の周辺において、位を主体とするバイオームから、U を主体とするバイオームに変化すると考えられる。で、後半に、ね、バイオームの変化が起こりますよっていう話がありますので、それを踏まえてグラフを見ることになります。で、今回ね、X と Y っていうのはまあこちらに示されているわけなんですが、その時ね、降水量の変化は小さい。 で、降水量っていうのは縦軸だから、そのね、縦軸はほとんど変化しませんよっていう話です。それに対して、地球温暖化が進行するから年平均気温が上昇する。年平均気温が上昇するっていうことは、ね、グラフの値が右に行きますよっていうことになります。そうすると、はい、X が右に行った場合と、Y が同程度右に行った場合を比較すると、Y の方は、バイオームはね、基本的に商用樹林のままですよね。 しかし、ね、X の方っていうのは火力樹林なんだけど、極めて商用樹林に近い場所になりますので、ということはね、ちょっと気温が上昇すると、ね、X の火力樹林は商用樹林に変化してしまうよっていうことになります。なので、まずね、A に入るのは気象観測点 X ということになり、で、それが火力樹林から、 商用樹林になっちゃうよっていうお話で、これに近い選択肢を探すわけです。はい。そうするとね、まず、あに入るのは X なので、5678は切れます。で、E うに入るものを考えますが、今回はその火力樹林、商用樹林っていうのは書いていません。なので、E に入る火力樹林は、常緑針葉樹か、落葉広葉樹か、それとも常緑広葉樹かって考えます。 で、また、うに入るのは、商用樹林なんだけど、商用樹林が含まれるのは、落陽紅葉樹ですか、上緑紅葉樹ですか、上緑新葉樹ですかっていうのを考えることになります。すると、先ほどね、表で確認した通り、火力樹林は、落陽紅葉樹。そして、商用樹林は、上緑紅葉樹となりますので、こちらは2番が正解ということになります。はい。では、問い3番に行きましょう。 青森と仙台は図1ではバイオーム9の分布に入っているが、実際にはバイオーム R が成立しており、日本ではバイオーム9は見られない。このバイオーム9の特徴を調べるため、青森、仙台及びバイオーム9が分布するローマとロサンゼルスについて、それぞれの夏季と冬季の降水量と平均気温を比較した図2と図3を作成した。 1> 図1、図2、図3をもとに、バイオーム9の特徴をまとめた下の文章中の絵から下に入る語句の組み合わせとして適当なものを一つ選びましょうというお話ですね。では、まずね、えー、図2番ですね。図2番は、はい、こちらね、降水量になります。で、降水量を夏と冬でね、地域ごとにこれ測っているわけですね。で、その時に、各地域のね、降水量を見たいわけですが、ね、当然ね、夏は夏で比較して、冬は冬で比較するわけです。 なので、例えばね、青森の夏とロサンゼルスの冬で比較しても意味がないんですね。なので、例えば青森とロサンゼルスで比較したい場合は、青森の夏とロサンゼルスの夏を比較したり、あるいは青森の冬とロサンゼルスの冬を比較するみたいな感じで比較することになります。はい。じゃあまずね、夏の降水量について見ていくと、はい。今、丸をつけているのが、 各地域の夏の降水量になります。そうすると、青森、仙台では比較的ですね、降水量が多くて、で、それに対して、ローマ、ロサンゼルスの夏に関しては降水量が比較的少ないということがわかります。じゃあ、今度は各地域の冬の降水量を見ていきますが、はい、じゃあ三角でね、ちょっと印をつけていきます。はい、そうするとね、この三角をつけたグラフ同士でね、比較すると、青森の冬は、 降水量がまあ400。で、仙台の冬が100程度。そして、ローマ、ロサンゼルスはまあたい250ぐらいでしょうか。で、今のところを比較すると、日本と海外で、まあそんなにね、顕著な違いは見られないかもしれませんが、例えば仙台と比べると、ね、ローマ、ロサンゼルスは冬でもなんか降水量多いんだなぐらいのことはわかりますよね。 で、青森もなんかね、降水量多く示されているわけなんですが、これについてはなんでだろうってね、考えることになります。例えばね、仙台と青森で比べてみれば、青森の方が北方に位置しますよね。だから、これね、雪も含めてこんだけ多いのかなって考えるといいんじゃないですかね。ただ、それに関してはね、あくまでも推測ですので、だから、この後の情報も含めながら見ることになります。ちなみに、 先ほどね、本部にもありましたが、今回の降水量というのは、降雪量も含まれてますので、そこは少し気にしておいてください。では次に、各地域の平均気温について見てみたいと思います。ではまず、夏の気温から見ていきますが、はい、青森がね、20度ちょっと、仙台が、仙台もまあ20度ちょっとですね。で、そして、ローマ、ね、25度に近いです。 ロサンゼルスもまあ23度とかそれぐらいでしょうかね。するとね、ここから何が分かるかって、どの地域も夏は気温が高いということですね。では、それに対して冬の気温を見てみましょう。そうすると、はい、冬は、今こちらね、三角で印をつけているものになりますが、そうすると、特に青森や仙台では気温がかなり低くて、 そして、ローマ、ロサンゼルスの冬というのは、比較的ね、気温が高いですよね。さらに、青森というのは、平均気温がまあマイナスとなっていますので、つまりね、青森っていうのは雪が降りやすい状況ですよね。だから、これはね、先ほど青森で降水量が多いよ。それは降雪量もかなりあるからなんじゃないかっていう予測をしました。で、その時に、青森は、 平均気温が0度下回ってますので、だからね、雪が降りやすい状況だ。なので、青森は雨もね、まあ降ってるんだろうけど、雪も結構降ってるんだろうなっていうね、推測が立ちます。で、それに対して、ローマとかロサンゼルスっていうのは平均気温がね、まあ10度に近かったり、またね、15度に近かったりするわけですね。ということは、こっちのね、ローマ、ロサンゼルスに関しては、もう雪が降るような気温ではありません。 だから先ほどの降水量は純粋に雨が多いんだっていうふうに考えることができます。では穴埋めをしていきたいと思います。バイオーム9は絵であり、これに関してはもう最初に紅葉樹林と言いましたので1から4は切れることになります。で、その地域ではオリーブや月桂樹などの樹木が優先する。で、このバイオームの分布域では夏に降水量がどうだったんでしたっけはい。夏に降水量は少ないんですよね。 こっちと比べると、はい、降水量少なくなっています。なので、はい、5番、6番が切れることになります。そして、また、冬はね、比較的気温が高いため、過であることも気候的な特徴である。で、まずね、図3番で気温が高いことは確認していますよね。冬でも。で、図2番を見たときに、降水量に関しても、 ね、比較的多い値を示していますよと。ということは、ね、冬は気温が高いから、まず雪って降らないですよね。で、そして降水量もある程度ありますので、湿潤だと判断することができます。したがって、選ぶ選択肢は7番ということになります。で、ここまでは、ね、自分が持っている知識を使いつつ、ね、与えられたデータを使って、それでね、考察していくっていう問題でした。 だから、最低限ね、知識がないと、そのね、考察もできないんだっていうことになりますので、なので、ね、生物基礎の範囲の知識が怪しい方はですね、早急に、そのね、克服というか、知識のね、インプットをしてもらえたらと思います。では、後半の B について見ていきたいと思います。アフリカのセレンゲティ国立公園には、草原と小規模な森林、そして牛かのヌーを中心とする動物群から構成される生態系がある。 この国立公園の周辺では、18世紀から畜産業が始まり、同時に牛液という致死率の高い病気が持ち込まれた。牛液は牛液ウイルスが原因であり、高密度で牛が飼育されている環境では、感染が続くため、ウイルスが継続的に存在する。そのため、家畜牛だけでなく、国立公園のヌーにも感染し、大量死が頻発していた。 1950年代に一度の接種で、生涯牛液に対して抵抗性がつく効果的なワクチンが開発された。そのワクチンを1950年代後半に国立公園の周辺の家畜牛に集中的に接種することによって、家畜牛だけでなく、ヌーにも牛糖が蔓延することはなくなり、牛液はこの地域から根絶された。そのため、ズーのようにヌーの個体数は1960年以降急増した。 図4には牛液に対する抵抗性を持つヌーの割合も示していると。で、まずね、ここから何が考えられるかというと、まずね、この国立公園にはヌーが、ね、たくさんいて、また、ね、畜産業が始まりましたよというところで、近くに牛がいるわけですよね。なので、今ね、その牛にかかる牛液ウイルスっていうのがいて、 で、このね、牛液ウイルスが牛からヌーにも感染して、で、ヌーの間でもこのね、ウイルスが蔓延してしまう。まあ、そういうお話になりますえ。しかし、1950年代にワクチンが開発されましたよと。で、そのね、ワクチンを、はい、牛に接種することによって、ヌーにも牛液が蔓延しなくなりましたよって言っているわけです。 だからね、このワクチンを接種した牛が、まずね、免疫を獲得し、そこからね、牛からヌーに対して感染するっていうのがまあ減るわけですよね。で、また、最後の方に牛液に対する抵抗性を持つヌーの割合をっていうことでね、この後のグラフを見てみると、ヌーの中にもウイルス抵抗性を持つものが出てきたよっていうお話になるわけですね。それはつまり、ヌーがウイルスにかかって、で、その時に、 そのウイルスに対する免疫を獲得したっていうお話になります。では、ここで適応免疫の形成について確認しておきたいと思います。まず一般的に適応免疫の形成は自然状態でウイルスが侵入してきた時に一時応答が起こって、で、その時に記憶細胞が作られて体内に保存されますよと。で、再び同じ種類の抗原が侵入してきた時に二次応答が起こって、 それで、まあ、速やかに抗原を排除しますっていうのが一般的な適応免疫になります。しかし、ね、人類というのはワクチンというものを開発して、ワクチンを接種することによって人為的に一時応答を引き起こし、それで記憶細胞を作ることができますよと。で、それで実際の抗原の侵入に備えて記憶細胞を待機させておく。ね、それがワクチンによる予防接種ですよね。 ちなみに、ワクチンっていうのは、弱毒化させた病原体などを指します。なので、ワクチンそのものが病原体を排除するわけではなくて、ワクチンを打つことによって作られた記憶細胞が病原体を排除することになります。なのでね、そこに関しては気をつけておいてください。では、問いの4番について考えてみましょう。下線部 A に関連して、ワクチンの世界的な普及によって2001年以降、 牛液の発生は確認されておらず、2011年には国際機関によって根絶が宣言された。牛液を根絶した仕組みとして最も適当なものを一つ選びましょうと。ではね、選択肢1番から考えていきます。すべての牛か動物が牛液に対する抵抗性を持つようになった。ちなみに、牛液の発生が確認されていないのは2001年以降ですよとね、えー、書いてあります。で、その時に、図4番のグラフを見ると、 2001年の時点で、牛液に対する抵抗性を持つヌーというのは、ほぼゼロに近いわけですよね。で、このヌーも牛科の動物ですので、この選択肢の全ての牛科動物が、牛液に対する抵抗性を持つことで、牛液が発生していないんですよというのは、これは誤りになりますよね。なので、1番はツということになります。では今度選択肢の2番。 ワクチンの接種によって牛液に対する抵抗性を持つ家畜牛が増えたため、ウイルスの継続的な感染や増殖ができなくなった。これはね、先ほど本文読みながら言ったことですよね。家畜の牛に集中的にワクチンを接種して、それで牛の方で集団免疫が形成されたから、だからヌーの方にも感染しにくくなったというお話をしました。なので、このね、2番はそのまま正解で良いかと思います。 では3番見てみましょう。ワクチンの接種によって、牛液に対する抵抗性が、牛か動物の子孫にも引き継がれるようになった。ちなみに、これは先ほどね、図4番を見たときに、もう最後の方は、ヌーはね、牛液に対する抵抗性を持っていないわけですよ。ということは、子孫には引き継がれてないとわかりますよね。また、原則として、適応免疫というのは子孫に引き継がれません。これは知識としても覚えておいてほしいです。 だって、もしね、それが成立するとしたら、ね、僕らがインフルエンザウイルスに対するワクチンを打ったとき、自分の子供はワクチン打たなくていいってことになりますよね。当然、ワクチンを打って記憶細胞が作られるのは自分だけです。それは子孫には引き継がれませんので、こちらの選択肢3番はツということになります。ね、知識からもグラフからも切れます。また、選択肢の4番、接種したワクチンがウイルスを無毒化した。 先ほども言ったように、ワクチンというのは弱毒化した病原体になります。ですので、ワクチンそのものが病原体を排除するわけではなくて、ワクチンを接種したことによって形成される記憶細胞がウイルスを排除する、まあ、細胞となるわけですね。なので、はい、4番はツということになります。よって2番が正解です。では次、問い5番について考えてみましょう。 河川部 B に関連して図4のようにヌーの個体数が増加したため餌となる双本の現存量は減少し寒気に発生する伸びが広がりにくくなったまた伸びは樹木を消失させるため森林面積にも影響していることがわかっている牛液は根絶が宣言されているがもし何らかの理由で牛液がセレンゲティ国立公園において 再び蔓延した場合、どのような状況になると予想されるか、合理的な推論として正しいものを選びましょうっていうお話になります。で今出てきたお話をまとめると、こういうふうにね、まとめることができるかと思います。まず、草と縫うの間では、非食・補食の関係が成り立っていて、でまた、相本がね、十分にある場合は、その乾燥する時期にね、火が森林の方に回ってしまって、 で、それでね、森林の面積に影響しますよっていうお話ですね。だから、牛液が根絶されて、ヌーが増えると、そうすると、ヌーが草をバクバク食べてしまうので、草原は減少することになります。そうすると、ね、草原減れば森林の方に火が回りにくくなるので、伸びも減ることになります。そうすると、ね、森林の面積っていうのは、 増加傾向を示すことになると。で、それに対して今回は、ね、再びウイルスが蔓延しちゃったらどうなりますかっていう話なので、ウイルスが蔓延すると、ヌーが減少します。はい。そうすると、ヌーが減少すれば、草が増えますよね、と。で、草が増えてくると、森林の方に火が回りやすくなるので、森林での伸びが増えて、そうするとね、森林の面積は、 減少することになりますよと。なので、ヌーの減少によって草原が増え、それによって森林の伸びが増えて、そして森林の面積が減ることになりますよっていうのが今回考えられることになります。そうしますと、このね選択肢の中で該当するのは C の伸びの炎症面積は増加し、D の森林面積は減少するっていうお話が該当することになります。 したがって最後は選択肢6番が正解となります。はい。ということで今回共通テスト対策第10回目の授業が終了となります。で、今後共通テストに向けてどう勉強しておくのがいいのかっていうのを最後にね、お話ししておきますと、まずはすでに実施された共通テストの問題を解きましょう。で、共通テストというのは2021年に第1日程と第2日程と実施されました。 なので、両日程とも問題を解いてください。さらに、過去にはね、思考調査というのが行われていますので、その思考調査の問題も解きましょう。で、それでももう少しね、時間ありますよという方は、自分が今までに受けた模試の解き直しをしてください。模試というのは、各予備校が次の共通テストで出題される問題などを予想して作っているんですね。 で、それっていうのは、各予備校がかなり、ね、力を入れている部分ですので、同じような、ね、問題が出題される可能性も、それなりに、ね、高いと思います。なので、ね、今まで受けてきた模試の解き直しですね。一度解き直していても、少し、ね、時間が経っていれば、どういうふうに、ね、考えているのかっていうのは、ね、忘れているかと思いますので、今の実力で、ね、ぜひ解いてみてください。過去に解いた時の視点と、 今ね、実力がついているところでの視点っていうのはまた変わってきますので、解き直しにはね、大きな意味があるんです。また、授業の冒頭でも言いましたが、共通テスト対策というね、名の授業に関してはこれで終了となりますが、残り10回に関しても、共通テストをね、意識した問題選定となっていますので、ですので、引き続き、残りのね、授業も全て受けてもらえたらと思います。では、今回は以上となります。お疲れ様でした。